匿名にさんが風船をプレゼントしました。こんばんは。鬼鬼の時間だ。アマレコが映らないですね。音は聞こえてるの。鬼山田さんこんばんは。こんばんは。今日もぶった切ってください。こんばんは。せそうラグビーかな。おいおい、これは。こんばんは。こんばんは。チッス。こんばんは。これはあれじゃない。再起動というか配信切り直し案件なのでは。何かまた変なゲームやるんだってね。なんかちゃんとしたゲームっぽいけどな。ゲームキャプチャー。そういえば久しぶりなのアマレコをやるのって。ダメじゃん。めっちゃ青いじゃん。まいったね。アマレコダメならアマレスする。この神聖はお帰り風来期に続けそうですか。いや、あ、いけたわ。なんで鬼山田がやるゲームのパッケージってあんなに外れ草がするの。それはそう事前に思ってるからじゃない。外れなんやろうなって。どそんなあれかな、外れっぽい。まあ地味だけど。備えてブルーラブストーリー2を復習してきました。ギャルゲじゃないかも。すいません今更ですけど。ちょっと待ってよ。セーブデータ。イエイエイエイフック。こんばんは。こんばんは。でも電車乗ってるときちらっと見てきたおばあちゃんも、なんだいこのハズレゲーパッケー、いかやく。それは勝つって言った方がいいんじゃないか。ちょっと待ってね。プリンスオブペルシャって。死ね。あれ死ね。ドラクエという点数高いゲームをやったんで点数低いゲームやりたくなった。いや、え、サンデーモーニングツイートしろい。今からするよ。今日のお前の配信プツってんな。いや、僕はプツってないけど、僕の環境では。フラグメンツブルーです。何これ、カメ。僕もくつってません。ザ呪いのゲーム。へえ、マキシモ。これなんだ。
ホイホイさんとか。幻想水湖伝のデータめっちゃ残ってるよ。うわぁ、あの頃の、あの頃の僕たち。うち様の違法配信はこんなにもスムーズなのになんでだ。でかいデータ消さないと意味ないよなこれ。ね、一応でもプリンスオブペルシャはでかく、あれ？パッケージ検索したらすげえラブヒナクローンのラブコメみてえな絵柄だったけど。でも豪華制作人による、実力派制作人&声優陣にが送る本格派ライトミステリーアドベンチャーなんですけど。いけ。聞いたことねえ、ギャルゲーの配信は最高なので頻度を増やせ。ギャルゲーじゃないかも。は？何？本格派なのにライトなの？そうです、本格派ライトミステリーアドベンチャー。本格なのかライトなのかはっきりしろ。ミステリーアドベンチャーだから推理するかもしれない今から僕。こんな絵柄なのにギャルゲじゃないの。あんまりね。ライトミステリーって何？角川書店。どうなのかね。ライトって何がライトなの？ライトノベルとかね。ポップなんでしょ。ポップでキャッチー。角川書店ってか。シルバーバレットってなんか聞いたことない？ガードレール。ぐにゃぐにゃガードレール。メーカーがダメじゃねえか。もう。予防線ってことない？確かに。ではない。いや、大丈夫かな大丈夫かな、こういうの流れてると絶対良くないと思うの、なんか多分。そうだよ。こういう曲が流れると絶対良くないことがある気がするけどな。でも一応オープニングは見ときたいから、どうにか僕のこの声で、音だけ消しゃいいのか別にこんなもん。誰も曲なんて聴きたくないだろ別に。風来機で言ったら2の絵柄だね。大事かなやっぱ。でももう嫌なんだよ、もうめんどくさいんだよ、そのブロックされるのって。すごいブロックされ、でも結局ブロックされたらこの部分は結局あれだよ、ミュートになるわけだからね。どうしてもこれでもこれをちょ、もう 見たいしな、この絵。なんかもう 3P じゃん。鍵なんかこれ全然、ミステリーパー、あのね、雷になって怖がるシーンね。雷になって、おい、いつもは強気なのにお前は雷が怖いのかいみたいな感じで、いや怖くないよみたいな流れがありそう。なんかもうすごいいろんなシーンあるけど、こんなにいろんなイベントが起きるの。でも夏だね、これはむっきりノースリーブのパーカーを着てるから、これは夏。いやこれを予想するの難しすぎるよね。そうですね。あ、でもなんか、ああ、ナイフで、ああ、人殺し、雲、喧嘩、ん？葬式？あー、これはミステリー。フラグメントブルー。主人公嫌いそう。やれやれ系かな、主人公。もう誰か死ぬじゃん。こんばんは。エクストラ。ミシラみたいに。いやもうあの、あれでも無理だと思うんだけど。ね、そうですね。メインヒロインどっかで見たことがある服装をしているな。まずはオプションをね。こんばんは。この人また変なのやってる。いやいやいや、別にこれはオフにします。絶対に。14年前のゲームです。ニューゲーム。2005年、角川書店、ブリッジ、シルバーバレット。今のところ印象を変えてないオップだったことをお伝えするよ。切り抜かれた空を見る。扉を開けて最初に目に入るもの、それはいつも切り抜かれた空だった。そうです。白い壁とカーテンと風よけのない椅子、決められた位置にあるキャビネットと小さな花瓶、いつ来ても生けられている名前も知らない花。あ、女性のモノローグでした。
あ、違う、ん？そして部屋の主であるベッドに横たわる彼女。全然くどくないだろ全然くどくないだろ。隠れた名作の可能性は残ってるくらいの印象です。普通だろ、さっぱりしてるだろ。むしろ絵画を見たいで怖い花、読み方に悪意がある。笑って何かつぶやいた。その言葉を聞き逃してしまった。どうでもいいことだったかもしれない。どうしようもないことだったかもしれない。ふと思い返せば地下かな。まあ、いつでも笑っていたように思う。ゲタログの評価はどうだったの？わかんない、見てない。ベッドの向こうにある一つきりの単形の、単形じゃないね、これ何これ。窓から高い空が見えた。高くて狭い窓というかこの辺はちょっとくどいかもね。窓という額縁に閉じ込められた空、額縁の向こうを横切って流れていく雲の形だけが変化に乏しい殺風景の部屋に季節の移り変わりを知らせる。まあ、これ最初だけでしょ。こんなどんな時でも高い空はどこまでも遠かった。切り抜かれた空は見上げるばかりでとても手が届かなかった。寂しいと思った。苦境。でも何が寂しかったのか。切り抜かれて孤独になった空か、それを見ているしかない自分か、よくわからない。彼女は季節から取り残されてそこにいる。カゴの鳥のようにポツンと一人で空を見上げる。バイクに乗りそう。かなめさん。なんでこういう雰囲気のノベルゲって必ず風景を地下が笑う。いや多いんでしょ、多分そんなんばっかりでしょ。俺も笑う。取り留めの言葉を交わし、時折声を上げて笑いながら、気がつくと流れる雲を目で追っている。雲の影が部屋に落ちる。上空は風が早いらしく、どの雲もすぐに視界から消えてしまう。できました。なんか聞いたことある声だ。地下は嬉しそうに顔を上げる。何言ってるんですか。なんでボイス音量詳細年齢によって。小さいこれ。ちょっと待ってね。BGM に対して、あ、ない。じゃあ BGM 下げるか。スピーカータイプ。こういうゲームは荒探ししたくてしょうがなくなってくるんです。あ、今下のところか。ボイス、あ、消せるだけかじゃあ BGM を下げたんで相対的に上げるか。マイナーゲート特有の音量バランス良くないやつ。やっとできたのに。でも声小さいな、確かに。もっと文章ログがないか。ログあるよ。ちょっとふてくされて頬を膨らませ、袖まくりしてガッツポーズ。人類は配信でノベルゲーを見るとき、あらさ覗いた二の腕の白さに目を奪われる。どう思いますか。そうかな。何見てるんですか。急に声でかくなったね。さっきとは違う、問い詰めるような視線が痛い。かなめさんはそんな人だったなんて。二の腕を見ただけで、まくった二の腕を見ただけで。え、でもまくった二の腕を見ただけなのに。私絶対忘れませんからね。なんかめっちゃ聞いたことある気がする。そう言って地下は舌を出す。照れくさくって目を合わせられない。頭をかいてごまかしながら、ボケた頭で次の言葉を懸命に探す。白い肌と屈託のない笑顔。もうすぐ夏が来る。夏が来る。もう夏ですね。のとまみこ？なんかのとまみこが出てくるゲームばっかりやってないかも。のとまみこがいっぱい出てるだけか。そうなったらいいですね。うん、約束ですよ。大風呂マスカー。約束。そう言って彼女は小指を突き出した。この年になってまさか指切りなんて。今子供じゃないのにか思ったでしょ。指切りって小学校までとか。もしかしてかなめさんそんな風に思ってるんですか。大事なことは忘れないように指切りしないと。誰も来ないことを心から祈りながら指切りをして約束した。じゃあ行きますよ。地下の声が特別小さいんじゃないかこれ。これ原画堀部ちゃんと見ててくださいね。堀部秀夫、13年前に死んだ。結構遺作級じゃん。一番美味しか
食教えて。ん？なんだっけな、ピカタかな、ピカタ。ささやき声。そこから空へ向けて彼女の右手から紙飛行機が放たれた。わあ、ゴミが。白い飾り気のない紙飛行機。紙飛行機はあっけなく墜落した。折り方がまずいのか紙飛行機はすぐに勢いをなくし左に旋回しながら落ちていった。どうしてダメなのかな、あの紙飛行機。夢を書いたテストの裏ね。チカがポツリと言った。どこに落ちたのかな。なんて答えたのかよく覚えていない。窓の外を見たがもう紙飛行機を見つけることはできなかった。絵のファン。地下の代わりに紙飛行機を折って窓から空に向け飛ばした。また俺の折った紙飛行機は風に乗ってまっすぐに飛んでいく。彼女はその姿をいつまでもじっと見つめる。ん？このゲームの発売が2006年。今も鮮明に覚えているのは切り抜かれた空。え、遺作級じゃん本当に。この女紙飛行機が鳥人間コンテスト並みの出すよ。みんなそうやん。まあまあ一般的な評価は。切り抜かれた、なんだっけこれ。素形じゃなくて空のある部屋で地下はいつまでも笑っていた。でも地下の笑顔はもうない。矢沢地下は死んだ。死んだわ。2年前14歳だった。くけー。忘れないように一回叫んどくか。くけー。久しぶりに夢を見た。2年前の夢だ。列車の窓から差し込む夏の日差し、ぼんやりとした記憶は断線したままつながらない。ここが2年前の世界でないことを確認し、安堵の面持ちで窓の外に目を向けた。2005年って書いてあったのにな。チョコボじゃん。本当だ、目見えない。列車は西へ向かっている。生まれ故郷の清水に着くまであと少しだ。清水。昨日の夜更かしがたたったのだろうか、いつの間にかうとうととしていた。窓から差し込む真夏の光が目に痛い。焼けるような夏の日。あの頃の夢を見たのは随分久しぶりのことだ。ん？奇作？奇作ってあれ？奇作ってあのエロゲーのやつ。2年前の夢、最近はずっと見ていなかった。地下が死んで2年が経った。もう2年と言うべきか、たった2年と言うべきか。完全に忘れ去るには短く、悲しみを引きずるには長い。目を背け、忘れたふりをしていれば、いつかは全て懐かしい思い出として語れる日が来るのかもしれない。どんな傷跡も時の流れが癒してしまう。思い出はどれも苦いが、短くも長い2年という歳月が胸の痛みを鈍くしていった。けれど彼女に何もしてやれなかった自分の無力さに対する後悔めいたものが俺の中にまだ少しは残っていたのだろう。ああ、周作の人なの。へえ。周作も、周作も奇作も。君という男のセリフ読むの本当に少なくとも今はまだ全てを割り切ってしまえるほど古い記憶ではないがゆえに、俺はこうして故郷へと向かっている。故郷。このカカカカカーンっていう音が耳障りですね。始まりは一通の手紙だった。夏休みに入ったばかりの夏の日に届いた差出人不明の手紙。そのたった一通の手紙が俺を動かした。久しぶりの故郷、清水で帰るのは2年前。親父の転勤で東京へ引っ越して以来だ。一家揃って東京に引っ越してから2年間、すっかり生まれ故郷の清水とは疎遠になった。あれから地下の墓前にも立っていない。もう清水へ戻ることはないだろう。引っ越す時には根拠もなくそう思っていた。到着までのしばらくの間、さまざまなことに思い巡らす。おっ、何このあらすじとかが分かるってこと。そんなつもりで今読んでないんだけど。俺の幼馴染の矢沢千佳、生まれつき病弱だった彼女は切り抜かれた苔主人公の透かした感じが続々きますね。の空のある部屋でいつも笑顔を絶やさなかった。でも地下の笑顔はもう見ることができない。2年前。地下は死んだ。14歳だった。ちょっと鳥の鳴き声風にしてしまった結果、固形で覚えてしまった。これ別に見なくていいのかな。しめじ固形を覚えられない男。絶対覚えられないと思う。
もう2年というべきか、たった2年というべきか、完全に忘れ去るには短く、悲しみを引きずるには長い。目を背け忘れたふりをしていれば、いつかは全て懐かしい思い出として語れる日が来るのかもしれない。どんな傷跡、あれあれ同じこれな、こ、あ、な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 にクッケー爽やかのハンバーグ程度しか誇るものがないとこ言って何すんの故郷へ。どういうことこれ、これでよろしいですかって何詳細。これもあれか、どういうこと。はい、あ、これ選択肢なの。でも清水にはちびまる子ちゃんがあるし、選択肢っぽいね。逆転裁判形式なんの、ログ、チャプターログ、選べる。あれもあるし、次郎長もあるし、その事実が覆ることはない。そんなことはありえない。少なくとも俺はその事実から目を背けていた。忘れ去ろうとすらしていた。あの紙飛行機。そんな俺が清水へ向かう列車に乗っている。全てはあの手紙がきっかけだった。俺は何を期待して清水へ向かっているのだろうか、自分でもよくわからない。居眠りの間に見た夢を反芻する。思い出すだけで重いしこりが腹にたまる。考えに浸れる類の記憶ではない。矢沢千佳、彼女はもういない。あ、名古屋から清水ならすぐですね行く前提になってるけど。差し出し人不明の封筒を膝の上に置いた。花の模様が描かれている以外は取り立てて珍しくもない封筒。そのくすんだ色合いからして封筒自体はそれほど新しいものではないことがわかる。この封筒の中に問題の手紙が入っていた。地下の言葉が記された手紙が。うわぁ、何これ、自分でこう全然あれだね、考えるのか。これ地下の言葉が記された手紙、原因がこの手紙であることは明白だ。あれなんか矢沢地下はまだ本当に、これあれじゃん、なんていうの、死人からの手紙、風来記2じゃん。記憶は全てモノクローム、記憶は全てモノクローム、色を喪失した。夏には不似合いな干渉めいた過去だ。白い箱のような閉じた病室、手術室の赤いランプ、あ、学生服で並んだ雨の葬儀、神戸を垂れた人の列と押し殺された涙と嗚咽、地下の遺骨が入った壺は拍子抜けするほど小さかった。地下は生まれつき心臓が弱かった。小さい頃から入院と退院を繰り返し、ついにはベッドからほとんど離れられなくなった。手術室、根治させるには移植手術が必要だということだった。でもそこへたどり着くまでには様々な難関が待ち構えていた。それでも手術さえ受けることができれば元気になっていたかもしれない。結局全ては手遅れとなった。長い治療と順番待ちの期間、手術をするにもすぐというわけにはいかない。いよいよという段になって地下の病状が悪化した。そこからはあっという間だった。地下が受けた手術は望んでいたものではなかった。危篤状態を陥った地下を救う、そのためだけの手術でも救えなかった。俺が何もできないまま地下を行ってしまった。本当に何一つこれっぽっちもできなかった。せいぜい祈ったくらいだ。人が死ぬということはこんなにもあっさりしたものなのかと、そう思った。死はとても簡素だ。喪失も欠落も実感になるのはずっと後だ。通夜が終わり、葬儀の手伝いやいろいろなことを片付けて、何もかもが終わった後になってようやく実感した。地下はもういないんだと。死というやつはどうしようもなく残酷だ。死は全ての人々に平等に訪れる公平無私な人生の結末だ。だからこそ死は絶対的な終焉であり、その先などありはしない。そう、何もないはずなのだ。ましてや死んだ地下がわざわざこんなものを送っているはずもない。この冗長な文章でも文章力がそんなに低くないから、まだそんなに普通じゃない。整合性が取れなくなってきてからだよね。封筒自体は問題じゃない。問題なのはこの封筒の中に入っていたものだ選択肢なんだな、これも全部読んだら次に進むみたいなことなの。差出人不明の手紙が封筒に入れられて俺の元に届けられたのは数日前のことだ。
期末テストも終わり、のんびり夏休みを満喫しようかと思っていた。そんな時にこの手紙が舞い込んできた。封筒には大阪かなめ様と宛名が書かれているが、差出人の名前はない。不思議なことに封筒の宛先は俺が東京へ引っ越す前の住所だった。つまり今俺が向かっている清水にいた頃の住所だ。なぜこれが届いたのか。引っ越したのは2年も前で、こんなものが今更配達されてくるはずもない。郵便局の転送サービスだってとっくに期限切れだ。けれど切手にはきちんと消印まで押されている。見るからに不思議な封筒だった。封筒には便箋に書かれた手紙以外にも同封されていたものがある。膝の上に封筒を逆さにすると、それが手紙と一緒に落ちてきた。それは小さな鍵だった。シンプルなデザインの金の鍵。一体何の鍵なのか見当もつかない。俺は改めて手紙の文面を読み返した。だがそこに書かれてある内容は新たな謎を提供するばかりで、俺の疑問に対する答えなど何もない。私の落ちた場所を探してください。モーカと一緒に。わずか20文字余りの短い言葉、たったそれっぽっちの言葉が俺の胸に忘れていた痛みを思い出される。それは地下の言葉だった。死んだはずの地下の言葉だった。マジで風来機2だな。夏にはいい思い出がない。2年前、暑い夏の夜に地下は死んだ。だからこいつはいたずらだ。封筒と手紙、それに得体の知れない鍵が一つ。手紙には地下を連想させるメッセージ。地下は何もしないのだから、地下はどこにもいないのだから、これは誰かのいたずらだ。悪趣味ないたずら。だが誰のいたずらなのだろうか、それがわからない。だから帰ってきた。そうでなければ帰ってこなかった。差出人を確かめたい。その目的を聞き出してやりたい。ついでに一発くらいぶん殴ってやりたいとも思う。悪趣味ないたずら、それが一番可能性が高くついつまの合う回答だ。だがここまで趣味が悪くて詳しい事情を知ってそうなやつには心当たりがない。事情を知っているということは顔見知りかもしれない。だがこんなことを顔見知りがしでかしたと想像してみると少しばかり気がめいね。うだうだと悩みながら、それでも俺はこうして故郷へ向かう電車に乗っている。これがいたずらだとするなら、俺はうまく乗せられたことになるんだろうか。一つ救いがあるとするなら、今回の件は帰りづらい故郷に帰るための口実にはなったことだろう。そう考えてみれば、多少は情状酌量してやろうという気にもなる。大変長らくのご乗車、やべえ、ありがとうございました。そういう感じか。次は清水、次は清水。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意ください。はい、わかりました。やはり謎こそが最高の謎の外、景色が流れている。2年前とは逆向きに。謎、風来機2って何なんだっけ。あの手紙。唐突に景色が消えた。どうやらトンネルに入ったようだ。真っ暗になり、気圧の変化を耳で感じる。ここを抜ければ清水はもうすぐそこだ。得体の知れない感情が胸をじりじりと焦がす。郷愁か、それとも不安か。そうだね。こんばんは。日差しに目がくらんだ。トンネルを抜けた先はどこもかしこも見慣れた風景。山並みの稜線に埋もれるような景色は呆れるほど変化に乏しい。あれ、またなんか二重になっちゃう。ツインテールのネクラ女が出したんじゃなかったか。あいつなんで出したんだっけ。記憶の中にある景色とまるで違いが見当たらない。帰ってきた、そう実感する。清水という地名は読んで字のごとく清い水という意味で作られた地名だ。そういうのも入ってくるのね。何のひねりもない地名。山の間をうねる蛇のような狭い土地。あ、もう消しましたんで、二重は。さして観光名所と呼べるものもない。なんかあれなのかな、あの字数をこれだけ書いてきてみたいなのあるのかな。読書感想文の水増しのような。ただ緩やかに時間が流れ、人々は日々変わりない暮らしを送る。そんな土地だ。言葉の説明したね。列車がホームに停車すると、まばらな乗客が列車を降りて足早に改札へと向かっていく。そんな人々に遅れてゆっくりとホームに降りた。覚悟していた以上の熱気にめまいを感じる。エアコンの効いた車内にいた分落差がきつい。人気の絶えた構内から外を眺望した。近くで見ればなるほど、少しは変わっている。多少は駅前もきれいになり、剥げていた壁には新しくペンキが塗られている。向かい側の貨物路線もしげしげと見やる。線路は見える限りどこまでも伸びて山あいの緑へと消えていく。でもそういうのはあるんでしょうね。あの辺りは子供の頃、
こっそりと金網を乗り越えて入り込んだ秘密の遊び場所だった。懐かしい景色、色褪せない風景、俺と故郷の間にあったはずの2年という時間差は早々と解消された。俺はバッグを担いで改札へと向かった。普通見やるかね。第一章、久しぶりの故郷。なんてダセータイトルなんだ。お、あまりに変化のない風景に漠然とした苛立ちを覚えた。時間の流れない街を疎み出したのはいつの頃だったろうか。親父の転勤を口実に俺は故郷を後にした。ため息をつく。くだらないいたずらに煮込んで帰郷した俺をどっかの誰かが物陰から笑って見ているかもしれない。そんな想像をしてまた一つため息をついた。2年ぶりの単なる帰郷、結局はそれだけのことで終わってしまうことだってあるだろう。いや、冷静に考えてみればその可能性が一番高いのかもしれない。額から吹き出す玉の汗を拭う。駅に出てまだほんの数分だというのに喉が渇きに苛まれる。この炎天下であれこれ細かいことを考えてもキリがない。まずは荷物を置いて一休みしよう。全てはそれからだ。それからどうするかはその時になって考えればいい。つまりは何のあてもない一人旅だ。旅行バッグを肩に担ぎ直す。収まりの悪い肩掛けを 2,3 度いじってからふと手を止めた。はぁ、ちょ、うるさうるさ。ちょ、うるさうるさ。結果やはりそうなのである。旅だってさ、確かに本格派なのにライトだ。あんたこの陽気で頭がいかれちゃった。バスケ部だよ、バスケ部。しかもその首相だよ。クリアしました。狙ってる憧れの先輩が向こうからネギショってやってきたんだよ。エンカウント。声の主はショートカットの女だった。年は俺と変わらないぐらいだろう。大声に加えてその大げさなジェスチャーが目を引いた。ほんともったいないって。どうしない、うん、あたしたち今をときめく女子高生だよ。こんなセリフ、今は夏休みなんだよ。こんなに鬼山田向けのゲームがよくまだ埋まってるもんね。向けかな、何にもわかんない。ショートカットの女は芝居じみた大げさな仕草で頭を抱え天を仰いだ。姿は見えないがどうやら友達と一緒らしい。いつまでも向こうから言い寄ってきてくれるわけじゃないんだよ。おっさんが書いたセリフ、よっこり出してくるもんだ。ミュージカル始まった。あんた、もしかして男に興味がないとか。そっか、私を見つめるあんたのもの。なるほどな。携帯で話してるのかと。こんばんは、おしゃれそうな構図のゲームやってるな。こんばんは。今は立ち聞きしてるとこですね。たまたま出会って微笑ましさに苦笑してしまう。いいねこれ、微笑ましさに苦笑してしまう。そうこうしてる間も体が汗が体中から吹き出す。目指すホテルまでは大した距離でもないが、炎天下を徒歩で向かうには少々骨が折れ。ここは勝手知ったる自分の故郷だ。記憶の中の地図を頼りにホテルまでの近道を検討する。オリゴンにプレステ2のスペック咲いてるんですか。あれ何やろな、近づいてくる足音。俺に向かって一直線に迫ってくる気配、まさかと思いつつ俺はそっちに顔を向けた。なんだこの二重のフェイス。ルードって書いてあるけど。ルードギャラリーかな。もはや回避不能な距離でお互いの目があった。ワイプだ。うん、なんかでも気さくの人だと思うとなんか感じるものがあるな。交錯した瞬間、何かが俺の溝落ちを鋭くえぐり、久しく味わっていなかった痛みに俺はもんどり打って倒れ込んだ。うずくまりのたうちまらう俺をショートカットの女が見下ろしている。しかもお前だけ倒れるの。この場合なんていうのかな、そのもんどり打ってあんた、ん、ルード帽子、ルード帽子が気になるのも。俺は並行するしかなかった。女にぶつかられて倒れるなど男にとってはあってはならない失態だ。ぶつかる瞬間、目の前のこの女は自分の肘を俺の溝落ちに命中させた。それが反射的なものか意図的なものかはともかく、俺が女に倒された事実は消せない。狙われてるのか。ぶち当てられた場所が場所なだけになかなか言葉が出ない。あ、もしか
して怒ってる？いや足を取ってドラゴンスクリューだよこんなやつ。俺の形相を覗き込んでショートカットはうーんと一人で納得していい。注意1秒怪我一生ってやつ？大した怪我がなかったのは不幸中の幸いかな。のこんな失礼な女と後に親しくなる気にならないけど。同級生じゃないんだね別に。いつまでもカエルみたいにうずこまってるなんてさ、通行しろこんな女、腕なんて帽子かぶって失礼な内だなとか言えないもんな。ルードってなんだっけ、なんだっけな。俺は被害者のはずだ。なぜ被害者が加害者にここまで言われなければならないのか。なんか悪い意味だよな、ルード。悪者みたいな。私みたいな可愛い女の子を見つかれた。逆にラッキーだと思う。ルードの帽子かぶってんのすげえ勇気だな。熱い男なのかもしれない。ルデ、ブレイ、ブサホウ、ソヤ。俺は込み上がる怒りを抑え、最初に言うべき言葉を慎重に探した。お、とにかく、ちょっと待って、これセーブするか一応。ルード、俺はルードって言ってるから。え、絵が違う。今からこいつを怒らされるらしいぞ。とにかく謝ったらどうだ。謝ったらどうだ。なんかこの主人公の声も聞いたことある気がする。そう、ここはやはり後先考えず無鉄砲に突っ込んできた無礼な女に謝罪をさせておかなければ俺の気が済まない。早っ、怒るまでは。当変木、俺は自分の耳を疑った。この女は当変木の意味を分かって言っているのか。大体よく考えたらそっちがぼーっと突っ立ってんのが悪いんじゃない。しっかり周りを見てりゃこんなことにはならなかったんじゃないの。それはこちらのセリフだ。喋るんだな主人公。その2つの目玉は飾り、それともガラス玉。煽りがやばいね。俺はルデだ。反論どころが口を挟む余地さえ与えない。つまり悪いのはあんたってこと。これで決定、一件落着。タックルしろよ、ニュージーランド張りのタックルしろよ。もう公共の往来で口喧嘩なぜのは趣味じゃない。だがこんな理不尽な相手に一言も返さずにいたらあまりにも目覚めが悪い。ルデ様のお通りやぞ。おいもう一人来たぞ。おい、瞬間その声に息を飲んだ。そうだね、時間が引き延ばされていく錯覚、目の前の女はもうどうでもよくなった。この女が雷怖いをやり出すんじゃないか。まんじゅう怖い。勇気が必要だった。唐突すぎて心の準備が追いつかない。ここに戻ってくれば知り合いに会うこともある。俺だって買うぐらいは店に行こうと思っていた。だからといってこれはあまりに不意打ちだ。落語じゃん。かなちゃん。クソキョロそうな男だな。かなちゃんなんて子供っぽい呼び名で俺のことを呼ぶやつは一人しかいない。小さく深呼吸して気を落ち着かせるとゆっくりと声の方に向き直った。雷に打たれて死んだったらええねん。雷怖いやつはボミテじゃなかった。じゃあモモカだ。どっかで弱さを見せるんだろうな。それはあるよね。あれなんかドッグタグみたいなのをつけてるけど戦場に行くのかな。それ以上の言葉が出てこない。やっぱりかなちゃんだったんだ。帰ってくるなら連絡をくれればよかったのに。なんか結構微妙な顔じゃない、モモカ。いや間違いなく矢沢桃花。夜にもよって帰ってきて最初に出会った知り合いが桃花とは偶然にしても出来すぎだ。ソルジャーガールブスルードボーイ、うん、久しぶり。タンクトップ着てるな。幼馴染がルードなんて帽子かぶってたらどんな気持ちなんだろう。戦士なら荒くれていても仕方ない。桃花がぎこちなく笑う。ベイキチ、矢沢。矢沢はどう思うか。2年ぶりの再会ではおとなしそうな印象は変わっていない。ただ少しだけ記憶の中の桃花よりも垢抜けている。服がちょっとね。矢沢桃花、2年前引っ越す時に別れたきりの幼なじみ、それから矢沢千佳の双子の姉。あの手紙にも名前があった。
モモカと一緒に。俺はいいけど矢沢がなんていうか。あまりに突然の再会、お互いに言葉が途切れる。親しかった分だけ空白の2年間を埋める手段を見つけられずに戸惑う。なんかめっちゃ男前だな、手前の誰だっけこれ。口元とかめっちゃ男前じゃない。実のところ引っ越した後も桃香から何度か手紙が届いていた。まだ3人ぐらいじゃん。忙しさにかこつけて返事を先延ばしにしていくうちにいつの間にかその頼りも途絶えてしまった。物静かでおとなしい同い年の女の子。その懐かしい土地と同じで2年分の月日を経てもほとんどあの日の記憶と変わりない。矢沢はルデを見てどう思うかな。教習を吹き飛ぶ現実感に満ちた叫びに感傷から無理やり引き戻された。ショートカットの女は桃香と俺の顔を交互に眺めて目を丸くしている。まだ名前出てないのか。こんばんは。この女と桃香の他に人はいない。もしや両手が棚にして鼻に当てた時に引っかなかったらイケメンだよ。うっせえなしね。鼻に当てた時に意を決した質問が思わずハモる。俺とショートカットの視線がぶつかりその場で睨み合った。どこか困った様子で桃香は言葉を探した。あのね、なっちゃん。なっちゃん。かなちゃんは大阪かなめ。2年前に東京。今のとこ誰が好き？いや、なっちゃんかな、まあ。それからかなちゃん。なっちゃん。顔はな。夏ね。いがらし夏ね。かっこよくない？こんばんは。こんばんは。得体の知れない衝突ムードに気遅れしながら、桃香はそれでも順番に紹介を続けた。トゲのある口調でショートカットの女五十嵐夏音が肩をすくめた。なんかどっかの漫画みたい。ん？これはもうルート分岐的なことになっていくのこれ。あんのかな、ルートとかそんなの。だってさ、実力派ライトミステリーアド、ん？本格派ライトミステリーアドベンチャーだからさ、そのミステリー部分があれなんじゃない？主眼というか。夏目かな。秋と冬が出てくるのかな。お前は存在自体が漫画みたいだな。え、ルードだな。さすがのルード。本格でライトとはなっちゃんルートか。お前とおっしゃいますか。半人と年頃にかなちゃんさん。いやいや、これは初対面なのに申し訳ない。なっちゃんさん。お互いニコニコと作り笑顔を浮かべたまま目も合わさず取ってつけたセリフを棒読みする。あん、どうやろうな。男前の声だな。幼馴染って自分で選べないんだよね。せめて自分で作る友達くらいまともなのを選ばないと人生棒に振っちゃうってもんよ。その点桃香は良かったわね。この私が友達でさ。相手次第じゃ棒に振るっていうより今回は主人公の名前固定なの。多分ところ構わず人様にぶち当たって要さんです。極まりないぞ。可愛い棒ならいいんじゃないの。むしろ役得人生の花よ。なっちゃんもういい加減にして。かなちゃんも困ってる。どっちかというと桃香の方が困っている。手紙の話しようぜ。ちょっと一旦、そうなの。はい、一旦手紙の話しよう。もうそんなんじゃないってば。大変なことが書かれてるから。でも行こう、桃香と二人で。桃香と二人で謎を解きに行こう。なっちゃんもしっかり謝って。桃香に背中を押され、夏音はいかにも面倒くさそうな顔で俺を見る。この角度ってまだ寝転んでるんかな。確かに。ウィーコウミとリマカイ、大変長い下りだな。いやまだこの件を5分やるね。茶番はここで終わりだぜ。かなちゃんって男の名前ぽくなくて覚えらんないよ。ああ。そんな絶望しなくていいでしょ。突っ込むなよ。こんな風に言い合うようなことは最近まるでなかった。
夏音に引きずられてつい子供っぽい反応をしてしまう。それで、かなちゃん。うん。こっちにはどれくらいいるつもりなのかなって。ももかはまだ照れくさそうに胸の前で組んだ指先をもじもじと動かしている。久しぶりの再会、やはりやりにくい部分はかなりある。何を言えばいいのか、なんて言えばいいのか、前は考えるまでもなかったことがよくわからなくなっている。夏音がかなめで。2、3日はいるつもりだけど。そうなんだ。でもよかった。かなちゃん元気にしてたみたいで。ああ、まあ。ももかも元気そうでよかったよ。うん、私は元気。お互い手探りしているような会話がもどかしい。でも仕方がないことだろう。お互いあの頃のままの二人じゃない。今日はどこに泊まるの？あそこのホテルだ。ももかも知ってるだろう。ホテルの名前を教えるとももかは納得した顔で微笑んだ。もう離れてるやん。こっちの女は表情変わらないね。なんかぼやっとしてるね。ごめんねかなちゃん、私たち出かけるところだったから。両手を後ろに回して桃花は上目遣いで名残惜しそうに俺を見る。知らん人と爪が親しげに話し込み出したらめっちゃ気分悪いだろ。離れていっちゃうか。まあそれぐらい、たま久しぶりに会った人ぐらいいいよ。後ろでたくさんの三角形が漂っています。気になるよな俺。RPG の戦闘始まる時みたいなバリーンって。顔をほころばせながら桃花は軽い足取りでひょいと一歩後ろに下がる。じゃあねかなちゃん、手紙の話はできなかったな。桃花を連れて行くんだろう。だってそうする。桃花、うん、今行く。夏音に返事してこちらを振り返った桃花はどっか硬い表情だった。苦形苦形。もしかしてね。ね、昔のパソコンのスリープ画面にありそう。FF7 の戦闘始まるのこんなんじゃなかった。大山、意外と胸はある。本当だね。キビスを返して桃花が走り去っていく。俺は取り残された気分でそれを見送った。もしかして桃花は何を言いたかったんだろう。少しめまいがした。夏日に当たったかもしれない。うるさいぐらいセミが鳴いている。一人になって落ち着いて考えると、前置きのない桃花との再会で止まっていた頭がようやく回り出す。そして大事なことを言い忘れていたことに気づいた。今100点だよ。俺は手紙のことを桃花に言い損ねていた。最初からこれだと先が思いやられる。今日だけで何度ため息をついただろう。どこ見てんの。ホテルに到着したものの着替えだけを詰め込んだ荷物を置いてしまえば、あとは取り立てすることもない。さて、どうしたものか。まあ、ちゃちゃっとやっていくか。選択肢は。とりあえず、一息つくか。一旦シャワー浴びるけどね、僕は。俺はベッドの縁に腰掛け、ホテル入る前に買っておいたドリンクを一気に飲み干した。清水にバイク旅行行っちゃう？清水行くか。あんまりその、あれかな、聖地巡礼マップとかないだろ。フラグメンツブルーの。喉を通過した冷たい液体が腹の底にまで流れ落ちていく感覚にひととき酔いしれる。手にしたボトルはあっという間に空になった。一心地つくと急に思考が現実的になる。そう、ホテルだってただじゃない。夏休み前に稼いだバイト代でそんなに長くホテル暮らしができるはずもない。そう考えるととても部屋の中でゆっくりとはしていられない。俺は空になったボトルをゴミ箱に投げ入れホテルの部屋を後にした。出てきてないな。焼津まで行こう。フラグルって訳したらめっちゃ人気ありそうだよね。今から聖地巡礼の期待が高まっちまうぜ。このホテルも実在するかもしれん。火は出てくるかな。出てこないよ。それだけのすることをする価値があるのか、それはわからない。夏の日に舞い込んだ差出人不明の手紙、奇妙な文面と奇妙な鍵、取り立て当てがあるわけでもなく、手がかりといえば桃花と一緒にと書かれた文面だけ。その一文がこの土地と手紙とを結びつけるただ一つの細い糸だ。細いどころかあやふやな糸を頼りにここまで来てしまったが、果たしてここで何かを得ることができるのだろうか。ホテルのロビーにある自販機で買ったペットボトルを片手に夏の空の下を歩いていく。清水ってこんなとこなの？
この土地は山がちで坂道が多い。山の間の狭い土地を食いつぶすように広がってきた町だから、右にも左にも坂が多くなる。外は予想通りの暑さで、ニュースではこの辺りも連日30度を超えているという。肌をじりじりと焦がす日差しの強さ、東京もここも変わりはない。ゆるい勾配の坂道、遠くには陰ろう、厚い雲、物ともしない日差し、耳を澄ませば地面の焼ける音さえ聞こえてくるような気がする。止めどもないセミの声は雨のように頭上から降りしきる。真夏をはらんだ空気が一方ごとに汗をにじませた。シャツをつまんで風を送るくらいではちっとも収まらない。後から後から浮かんでくる汗の玉は外に出たことをほんの少し後悔させた。坂道を通り街並みを歩く。懐かしい風景に身を浸し記憶をたどる。街の中を流れる川や道に沿って連なる軒先、かつて通った学校、2年ぶりの街は実に懐かしい。歩き回るだけで記憶の断片が喚起されて、長く忘れていたようなことまで思い出す。駅前は少しは開けた雰囲気になっていたが、少し離れるといかにもな田舎町。このもうタイムスリップしたみたいになってるよ。ところどころ崩れた土壁、土塀は昔の武家屋敷か何かの名残だと子供の頃に聞いた覚えがある。ねじくれた顔を突き出している柿の木がある。子供の頃によく遊んだ場所だった。こんばんは。こんばんは。ダメだよ。ダメだってば。ダメ。昔の声でけえな。日が傾き始める。雲の彼方から薄墨のような夜が近づいて、茜の色が染みるように広がっていった。ペットボトルはとっくに空になっている。もう少し回ってみるか。我ながら水虚のことだと半分呆れながら、見ているだけで息の切れそうな石段に足をかけた。こんな田舎なの。夏の遅い夕暮れ、長い石段を登る。つか本当にあれだね、本当にあの何のあてもなくただ歩いてるけど、うっすらと黄昏れていく空の下、石段を登り切った場所にある神社もあの頃と何ら変わりない。肩をすくめたくなるほど予想通りの光景。そうだね、決して崩れないであろうというのがあるね。古い鳥居、さびれた境内、石畳、さい銭箱、ぐるりと見渡してみたが何があるわけでもなかった。読み方が心霊番組のナレーションっぽいね。懐かしさと物寂しさが募り、昔はここでよく遊んだものだった。かなちゃん、神社にルードが、記憶の底から泡のように浮かぶ言葉が、お、三角。かなちゃん、ダメだってば。現実の言葉になって我に返った。お分かりだろうか。ももか。まさか今日中にまた会えるなんて思わなかった。泊まってるホテルってこの近くじゃないよね。ももかこそどうしてここに？どこかに出かけてたんじゃなかったのか？うん、早めに帰ってきたの。かなちゃんが帰ってきてるって思ったら落ち着かなくて、それでなんとなくここに来ちゃった。本当に絵だけはいいな。めちゃくちゃいいな絵。こいつ先回りしてたのか。奇策やるか。用事って髪刺されそう。うまいね。してくれれば。めっちゃ日焼けするでこんな。むしろ長袖の方が涼しいだろ。ね、今年は海に行こうって決めてたの。それで水着を見に行ってただけ。カカカ。その音なんで？夏寝のことを尋ねる。あたりをぶらついてみる。手紙のこと考えろ。頼むから。そうじゃない。夏の日に来た夏の手紙。差出人不明のメッセージ。大したことでもないと言ってしまえば確かにその通りだ。絵に恋しそう。メールあるでしょ。わざわざここまで来る価値のあることだったろうか。そんな風に考え出せばキリがない。何もかも忘れることにして引き出しの奥にしまってしまうという選択は確かにあった。みんな奇策を買おう。今できるのか奇策とか。東京での新しい生活、2年という時間の経過、生まれ育った場所から引っ越して自分を取り巻く何もかもが変わった。新しい土地、新しい学校、新しい友人、ね、目新しかった全てのものもいつの間にかありがちな平凡な日々の一部になっている。これこの目の前にして、人間を目の前にしてこんなこと考えてるの？今更あんないたずらめいた手紙のことで心煩わされて
こんなところまでやってきてしまったのは過去への未練なのだろうか。早く喋れよ、手紙のこと。俺はもうかと境内をぶらりと散歩した。日暮れが近いこともあり、どっか閑散とした境内は夏だというのに晩秋めいた雰囲気があった。昔よくここで遊んだよね。ああそうだな。かなちゃん覚えてる？鬼ごっことかして遊んだよね。結構つばの長い帽子なの。覚えているのは小さい頃、その頃はまだ地下も元気だった。私どんどん味を進めていくやん。ではないだっけ。会話が薄いね。あの木覚えてる？かなちゃんが登って落ちたんだよ。あの時おばさんすごく心配してたよね。思い出の断片には桃香がいて、地下がいる。同じ顔をした双子の幼馴染。このゲームが作られた頃、笑っていい友が終わるなんて誰も思ってなかった。そのうちは終わるよ。鬼作終作といえば汚ねえおっさんエロを根付かせた。階段を並んで走って降りたこと、狛犬に登っては怒られたこと。名作。この絵も相まって名作と呼ばれるようになったんでしょうね。かなちゃん、あれ、あ、自分でも意外なほどのディテールを伴って次々とフラッシュバックされる過去の記憶。一瞬ドキリとした。なんかすごいおばさんかと思ったよな。めっちゃ若いんじゃん。じゃあの死人を、俺を見上げる桃香の顔が地下に本当によく似ていて。2年前でしょって。どこかそっけない言い回し。あんま似てないな、双子。言わずに出ていたね。硬い声、少しうつむき加減の桃香は俺と目を合わせようとしない。いきなり決まったんだよ、親父の転勤がさ。とつとつと答えながら、俺も桃香とは目を合わさず、境内の林に視線をさまよわせる。何も言わずに帰ってきた。全然14歳感なかったね。まあ、お帰ってくるなら連絡くらいくれればよかったのに。ルード。私迎えに行くくらいしたよ。はよ手紙の話しろや。どうせすぐに帰るしさ、大した用事でもないし。踏みしめられる砂利の音が嫌に響く。全然砂利のなさそうなとこにいるわ。その音は手紙に釣られてのこのことこんなところまでやってきた俺に向けられた嘲笑のようにも聞こえる。どうして今まで一度も帰ってこなかったの？そろそろ本題に入ってください。ルデさん、2年は長いよ。言葉が喉に引っかかっているように桃香は表情を沈ませる。あ、いよいよ、ほい。嫌いそう、嫌いだったのか。言い出し方すげえな。嫌い、そう、嫌いだったのかもね。桃香はキョトンとした顔をする。嫌いって何が嫌いだったの？今自分を取り巻く一つ一つを、境内の石から取り雑草に至るまで様々なものを確かめるように目で追っていく。どうしたの？ゆっくりと夜が近づいていた。閑散とした境内から昼の熱気の残光が少しずつ消えていく。いや、聞きたいよ。主人公の声聞きたい。この土地が嫌いだった。何も変わらないような、この土地が。大阪ルデよ。グズマな、グズマ。大阪だったな、そういえば。かなちゃん、やたら手紙のことをバカにされることに怯えるやん。恥ずかしくて言えないのか、手紙できたの。今言ったこと忘れてくれ。おい、ルードだぞ。ちょっと尾崎豊イズム。しばらく言葉らしい言葉も交わさずにいた。そろそろ日も落ちてきて帰ろうかと思い始めた頃、めっちゃ蚊に刺されてるやろこれ。おもむろに桃香が口を開いた。おかしいか、2年ぶりとはいえ自分の生まれた土地なんだし、夏休みが暇だから遊びに帰ってきた。なんてルデなやつだ。でもかなちゃんずっと浮かない顔してる。とても遊びに帰ってきたって雰囲気じゃないよ。手紙のこと言わねえなこいつ。桃香は時々鋭いことを言うけれども、何かあったの？手紙の話せやぐず。俺は俺でそんなことを問いかけてくる桃香に微妙な違和感を感じた。うまく説明はできないけれど、はぐらかしてみようかな。逆にはぐらかしてみようかな。
なんて手紙のこと言わんねん。この女にそろそろ我慢できんくなってきた。女に？おみやんまブンブンブンさん、こんばん、とんぼ返り。こんばんは。こいつの友達いなさそう感すごいな。シリアスパートではルデキャップを脱いでいただけませんか？別に何もない。逆にね。今日は結構ハードだったから、少し疲れてはいるけどな。そうなの？私にはそれだけじゃないように思える。桃香が妙に鋭くなってしまう。はぐらかしたせいで。もしかするとこれは手紙のことを桃香に切り出すいい機会なのかもしれない。あれ何これ、結構しつこいね。けど変なエンド行くかなこれ。感じ嫌い。同じ手紙が来てるか、こいつが出したかかな。アンライトミステリー。桃香の指摘は正しい。しかしこの雰囲気で例の手紙を桃香に見せることはどこかためらわれた。桃香こそ浮かない顔してるぞ。逃れられないのか。そうか、なんか俺に隠してることがあるとか、そんなことはないのか。手紙を見せることはやめたが、とりあえず桃香にそれとなく釜をかけてみた。万が一手紙の差出人が桃香なら何らかの反応を示すかもしれない。別にそんなことないよ。変なこと言うんだね。何してんねんこいつ。久しぶりの再会なのに。微妙な反応だった。俺たちはお互いにそれ以上の追求をせず、落ちかけた日の元神社を後にした。石田の仲間で一度だけ桃香は口を開いた。2年ぶりなんだよね。ミステリー楽しんでるなこの男。釜をかけるの釜って釜なの。まあそうなのでは。そのまま大して話もせずに桃香とはそっけない別れの言葉だけを交わしてホテルに戻った。大丈夫かこいつ、無意に過ごしていない。バチバチしてきた。駅前の商店街で弁当を買って食事は済ませた。値段最優先の小さな部屋の硬いベッドは体が痛くなりそうだ。どんなベッドやねん。シャワーだけ投げやりに浴びてベッドで横になった。天井を見つめながらぼーっと今日の出来事を思い返した。いやこんな高校時分に一人でホテル泊まってたらテンション…うわー出た、うわー。じゃあ夏寝を。あの女、五十嵐夏寝が桃香の友人というのは間違いのない事実らしい。桃香とは似ても似つかないあの生活、性格。桃香を呼び出すためにあの女がしゃしゃり出てくるんだとしたら、正直気分が滅入る。悪いよ。少なくともあの女とよろしくできるほど俺は人間ができちゃいない。思考の迷路の中、行き場をなくす。そして、同じ場所を何度もぐるぐる回りながら。いつの間にかまどろんでいた。この選択肢が結構、あ、一個だけかよ。書いて一個だけっていうのとか。じゃあ夏寝なんか選ばねえよ。日差しが目に痛い。いかにもな夏の日差しだ。夏という季節は思い出を振り返るのにはふさわしくない季節なのかもしれない。朝というには遅く、昼というには早い時間。もうホテルの朝食バイキング終わってるやろそんな。暑くなる一日を予感しながらホームに立つ。線路の彼方にははがきも陽炎が揺れていた。東京へ向かう列車を待つ。故郷を後にする列車だ。ここに来て改めて思い知らされた。思い出の残骸を掘り起こしても出てくるのはどうにもならない化石ばかりだと。差出人不明の手紙、得体の知れない鍵、誰も知らないはずの忘却の彼方の伝言、現実感の欠如した化石発掘に心を煩わられるなど、実に無意味な行為だ。地下は死んだ。2年前、14歳で。地下の時計は永遠に止まり、地下はもうどこを探しても見つからない。だが俺の時計は今も動き続けている。俺はまだここにいて、夏の日の下で額に汗を浮かべている。帰ろ。ここはもう俺のいるべき場所じゃない。桃香に別れは告げなかった。地下の墓前にも結局立っていない。しわがれたスピーカーが列車の到着を知らせ、故郷を後にする。思い出も懐かしさも後悔もためらいも何もかも浮き捨てて、列車に乗りゆっくりと流れ始めた窓の外をぼんやりと眺める。向かいのホームへ入れ違いに入ってきた列車に慌ただく駆け込んでいく人影を見る。そのうちに一人一人が桃香に似ていると思ったのはきっとつまらない感傷に過ぎないのだろう。列車が走る。一泊して帰って行ったけど。はあ。終わった。いやーほなドラクエ5でもしようか。え、終わり？
とりあえずはぐらかすのやめよう。というわけでね、1はぐらかすか。いや、いいか。ルードが過ぎたかな、ちょっと。手紙って誰から？いずれ桃亀に聞こうと思っていた。わざわざ帰ってきたのはそのためだ。バイト代で来たからあまりホテル暮らしはできない。帰ろう。お金5000円ぐらいはかかるからな、やっぱ。くすんだ封筒は汗を吸って余計にしんなびていた。罰の悪い顔をする俺が手紙を取り出すのを桃香は根気よく待っていた。手紙の差し出し人は桃香かもしれない。知花のあの言葉を知っているという点では他の誰よりも条件に合致する。桃香がそんな悪趣味なことをするとはとても思えないけれども完全に否定もできない。差し出された便箋を桃香は黙って受け取った。これ読んでみてくれ。俺宛に届いた手紙だ。なかなかいいセリフだな。泊まらせてもらおう。便箋を開いた桃香の表情が動いた。驚き、戸惑い、記憶の歓喜。複雑な感情によって描かれた曲線が一瞬の表情に浮かんでは消える。こんなスカシタマ顔キャラにルードってやっぱり最高だなって。桃香の名前がある。何か心当たり。文字がでかすぎんだよな、ルードの。桃香は食い入るように便箋を見つめている。俺の声すら聞こえていないかもしれない。返事が来るまで黙って待った。しばらくしてようやく桃香が顔を上げた。心当たりなんてないよ。どこか作り物めいた何かを押し殺した表情。桃香はそれだけ言って便箋を俺に返した。そうか。昔から桃香は嘘が下手だ。戸惑っている。でもこの言葉ってスキップを彷彿とさせるね。やっぱり何でもない。俺たちはお互いにそれ以上の追及をせず落ちかけた日の下神社を後にした。あれあれ2年ぶりなんだよ。ああ、もう既読スキップはないのかな。おしゃべっ。昔から鬼山田は嘘が下手だ。駅前の商店街で弁当から。あれ待って、これオートかな。あったあった、スキップが。ここでさ、この辺、この鍵、あ、手紙マークか、これ。これをちゃんとやんなきゃ終わっちゃうのかな、これ。姉なんだ、桃子は。まんじりともできずに寝返りを打つ。東京と比べると信じられないくらい静かな夜。かえって耳に痛いほどだ。東京そんなうるせえの？桃香と最初に再会した駅での別れ際、何か言いたげだった顔をしていた桃香。あの時桃香は何を言いたかったのか。やはり桃香は何かを知っているのかもしれない。神社で話した時の桃香は何かを隠していたようにも感じられた。桃香の隠していることがこのいたずらめいた手紙に関わることならば、あの桃香が俺に手紙を送った張本人だということだってあり得るのかもしれない。思考の迷路の中、あれおお、着メロ。携帯の着信音だと気づくまでにはそれなりの時間を要した。半分ほうけたまま携帯電話に手を伸ばす。受け取りボタンを押す前に電話が切れた。受け取りボタン？こんな夜中にメールか。誰からだ。深夜、日付もとうに変わっていた。ぼやきながら携帯の液晶を確認する。矢沢桃香。携帯の液晶画面に再表示された名前は、昨日2年ぶりの再会を果たした幼馴染のものだった。桃香の番号は2年前から変わっていないようだ。消していないアドレス帳から携帯は機械的に発信者の名前を拾ってくる。通話だったの今。手っ取り早いのは直接聞いてみること。今すぐにかけ直せばすぐにつながるだろう。着信履歴のトップにある桃香の名前を選択し、発信ボタンに指をかける。そして俺はそのままの体勢で凍りついた。発信ボタンを押すだけの簡単な作業が重労働みたいにうまくいかない。そうやってベッド上で携帯を握りしめたまま、ただ時間が過ぎていった。
切り抜かれた空を夢に見る。くけくけ。寒々とした病室の扉を開けてさ、あれ？戻った、これ最初に。もうループに入ったのかな。ねえ、かなめさん。さん付けなの。過ぎ去ってしまったことは変えようがない。そんな簡単なことを理解すると残る痛みも劇的に和らいだ。だからもう今となっては何もかもつかみどころがない。鮮明に覚えているのは切り抜かれた空、箱のように閉ざされた部屋、ベッドの向こうにある一つきりの苦境の窓から高い空が見えた。高くて狭い空、額縁のような窓に切り抜かれた空だけが変化に乏しい殺風景な部屋に時の移り変わりを知らせてくれていたね。声も落ち着きすぎだろ。苦境の空は見上げるばかりでとても手が届かない。寂しいと思った。カーディガンもちょっとね、なんか四角みたいですよ。病室の印象は箱に似て、もうこの箱と苦境しか。彼女はまるでカゴの中の鳥だったね。ほうれい線あってもおかしくない。それでも笑う地下の声、それがひどく寂しくて俺も笑う。取り留めのない言葉を交わし、時折声を上げて笑いながら気がつくと流れる雲を目で追っていた。あれ同じなんだよ。いつも笑っていた地下、病室を訪ねるために地下の笑顔が失われていく。あの頃はそんな気がしていた。ほら、できました。紙飛行機飛ばすんちゃうやろな。何言ってるんですか。今度こそうまくいくように、ちゃんと腕に撚りをかけておったんですから。やっとできたのに、カナメさんどうしてそういうことを言うのかな。記憶にある笑顔はどれもどこか寂しげだと思ってしまう。閉じられた世界にカゴの鳥となって、地下は日に日に弱っていく。もうすぐ夏が来るとその時は思った。暑い夏。なんだかいきなりですね。でもそうなったらいいですね。約束ですよ。その時は元のキャラって約束と言って指を突き出してきた。そうだね、叶わない約束だった。また指切るのやつ。じゃあ行きますよ。ダメだったかな。もう数えてませんけど。手足は見るたびに痩せていくような気がした。会うたびに何かが抜けていっているように思った。それでも笑っているチカがどうしようもなく切なかった。ちゃんと見ててくださいね。今度こそうまくいくよ。あと3回ぐらいはこれがあるんじゃない。帰りなさい、ルート。部屋に一つきりの苦境の窓、そこから眺める空へ、望める空へ向けて彼女の右手からふわりと飛んだ紙飛行機。白い飾り気のない紙飛行機が空に。病人の声。幾度となく空に向かって飛ばした紙飛行機は最後までまっすぐ飛ぶことはなかった。てか早いよね。紙飛行機。地下がぽつりと言った。窓の外を雲がどっかに流れていく。なんて答えたのかよく覚えている。花さんは上手ですね。切り抜かれた空のある部屋で地下はいつでも笑っていた。めっきり思い出すことも少なくなっていた地下との記憶、最近またふとした瞬間に思い出すようになった。それもこれも全ては俺の元へ届いたあの手紙が原因だ。気分が悪い。そういえば地下に悪いかもしれない。しかしさっきのような夢か現実かも曖昧な状況で喚起される記憶はまさしく不意打ちだ。めちゃくちゃコマ送りだったけど、多分桃香は何かを知っている。果たして桃香にその何かを尋ねるべきなのか、それともこのまま俺は携帯を手にしたまま再び凍りついたように動かなくなった。ここまでの女一言ずつ解説して。さっきの女は死んだ。
桃花は死んだ女の姉、双子の姉。チカが急に、もうどんどん積極的に行かないとこれ帰るから、すぐ東京に。桃花はなかなか電話に出ない。もう眠ってしまったのか。夏音はなんか急に肘打ちを溝打ちに食らわしてくる。初対面で。今にも電話を切ってしまいそうな衝動を抑えつつ、俺は桃花が電話に出ると思った。なんかこれだけ見るとあれだね。メッセージの場所が変わってる。バグってるみたいなね。なんかずれてるみたいなね。結構早く帰るからな。なんで今の携帯？あ、携帯、携帯を顔グラみたいに出すなよ。ごめん、もう寝てたか。うん、それはいいんだけど、かなちゃん何してたの？あいつの携帯ダセーな。最悪の紹介するやん。いやでも本当に本当にそうやし。あ、ちょっとな。それより。本当に何の理由もなく溝落ちに肘を食らわしてきた。携帯のワイプってマジ？どんな色だって選んでんの？絶対いろんな色の中で一番人気ない色だろこれ。うん、覚えてるよ。明日また会えないかな。聞きたいこと。こいつ部屋でも帽子かぶってるのか。ルードやな。またあの風呂上がりにこんなんしてたらもうぺちゃんこなるでしょ。実はハゲなんだ。どうってことだよ。肘打ち食らわせてきた挙句煽ってくる最低なやつ。ほんまやで。赤にしてもビビッとすぎるだろう。ちょっと恥ずかしいよね。電話を切って人心地つく。なんとなく最初の壁を突破したようなささやかな達成感に浸る。指さしてるからな。寝た。すぐ寝た。ん？え？何歳だお前。帽子かぶ、帽子ちゃんと外してたわ。寝るときは。2時間ほどダラダラと時間を潰し。なんだこの時間。買い置きしておいたパンで朝食を済ませてからホテルをチェックアウトした。あ、もうチェックアウトしたんだ。連泊じゃないのね。桃花との待ち合わせには少し早かったが、ホテルの入り口にある自販機で買ったペットボトルを片手にぶらりと街に出た。ペットボトルがなんか重要なのか。2年くらいでは変わりようもない古い街、どうしようもなく古くてよどんだ墓場みたいな土地を目的もなくただ歩き続けた。いや朝、おお。今日も暑くなりそうだ。手をかざせば骨まで透けそうなほどに強烈な日差し。学生なら浮かれて当然の夏休み、少しも心が躍らない。夏にはいい思い出がない。今年の夏もいい思い出にはなりそうもない。マジでこっから一緒に住んだりすんのか。夏の手紙のミステリー夏の手紙のミステリー。差出人不明で得体の知れないメッセージ。2年前に止まったはずの時計、今更動き出すなんてことはありえない。ありえないことはやはりありえないのが世間のルールだ。確かめたくてここまで来た。よく考えてみればどうやって確かめればいいのか、具体的な方策も考えていなかった。桃花からあんたの情報でもなければそこで手詰まり。我ながら随分間抜けな話だ。また神社行ったの。強まっていく日差しの下、境内は蝉の声で満たされていた。過去に見慣れた風景がまた新たな記憶を呼び覚ましかねない。透かしてるねこれ。別の場所にすればよかっただろうか。だがどこへ行こうともこの街にはどこにも思い出が山積していて、埃を払えばセピア色した記憶の残骸がいくらでも顔を見せる。どこでも同じならここでも同じだ。本殿の日差しの下、日陰になったあたりに腰をかけた桃がこちらに向かって手を振っている。桃か。桃が俺よりも早くここに来ていたらしい。そういう几帳面で律儀なところはやはり昔から少しも変わっていない。待ち合わせれば待つのは必ず桃かの方だった。怖いね。なんかなんだ、かなちゃん、びっくりした。手怖っと思った今。桃かの隣で大きな顔をして座っている。おそらくは人間のメスであろう生き物がこれ見よがしに手を振っている。妖怪やんか。花ちゃん、お久しぶり。
ことさら可愛こぶる態度が嫌悪感を助長する。ついに作画崩壊したんか。びっくりしたな。これも同じ人が描いてんのか。ちょっともう結構バッドエンドあるんじゃないか。おいおい、ネタバレやめろよ。やっぱ男前すぎるだろ、夏ね。鉛筆をぐにゃぐにゃさせたような腕するやん。怖いね、あの腕。かなちゃん、お久しぶり。こういう絵が流行ったのかな。流行ったかな。昔すぎるからな、ちょっと。シナを作ってことさら可愛いこぶる態度が俺の神経を損なえする。ボーイッシュ行きすぎて、ボーイ。ねえ、なんで私がここにいるか知りたいでしょう。実はさ、頼んでもいないのに昨日は桃花が自分の家に泊まっていたことを自慢げにベラベラと話す夏ね。ちょっと待ってね。どうあがいても夏男とバトルのかよ。ちょい先ネタバレとかやめてよ。昨晩の桃花との電話をこの女に盗み聞きされていたかもしれないと思うと無性に腹が立つ。あのさ、あんた人の話ちゃんと聞いてる？他人の言葉には素直に耳を傾けないと独善的な人間になっちゃうわよ。正直黙っていると怒鳴ってやりたいが、ここは諸子貫徹。あくまで夏音に対しては無視を決め込む。かなちゃん、もしかして怒ってる？喉やられた？いや、別に。ああ、うるせ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 。俺は相変わらず突っかけてくる夏音を適当にあしらって話を進める。夏音の声でけんだよな。ちょっと喋っただけですごく不快なんだけど、すごいねこの女。でも絶対ついてくるぜ、謎解きにさ。なっちゃんのことなら気にしなくていいよ。なっちゃんはチカのことも知ってるから。チカって前言ってたあんたの妹の？あんまり知らねえの。お前どの程度桃花から話を聞いてるんだ。またしてもお前呼ばわり。まあいいけどさ。夏音に聞く限り桃花はこの女に一通りの事情を話してあるらしい。多少は迷ったが、結局昨日軽く流したところを含めて手紙のことをかいつまんで説明することにした。封筒が届いたのはいつ？差出人不明。消印はどうだったの？鍵まあ全員16歳だと思えば子供だし、意外と無茶した結果新たな発見したりするぜこの女。桃花は最後まで黙って聞いていたが、夏音がいちいち口を挟んできたおかげで結局は最初から順を追って説明する羽目に陥った。でどう？一通り説明し終えてから俺は改めて桃花に質問した。切れ味の鈍い質問だが、他に何と聞けばいいのかすぐには思いつかなかった。どんな成人ムーブすれば敵の悪印象を挽回できるかな。会ってないからな。姉じゃない、妹に。俺から受け取った便箋を桃花は食い入るように眺めている。うわ、しわくちゃじゃない。貴重な証拠なんだからもう少しきちんと扱いなさいよ。悪かったな。しかし証拠っていうほど大層なものでもないだろう。証拠は証拠よ。謎を解明するための重要な手がかりじゃない。めちゃテンション上がってるよ。にわか探偵気取りの夏目は論外。ここは桃花に話を聞くしか手はない。なんか大体はぐらかそうとする選択肢あるの。でも正論。まあね。なんでポッケに直に入れてんのかな。結局一番推理力があんのが夏音なんだろうな。単刀直入な俺の言葉に桃花は一瞬ビクッと体を震わせた。桃花はなんか知ってそうだしな。上目遣いで見るのやめろ。この手紙のことだよ。昨日の駅での別れ際、俺に何か言いかけたよな。神社で話した時もどこか変な様子だった。俺に言わなきゃいけないと思ってたことがあるんじゃないのか。あまり強い口調にならないよう配慮しながらも、俺は桃花に返答を迫った。あるよ。ええ、あるよ。思い当たること。なるよ。本当か。予想の範囲内にあった返答であるにもかかわらず、俺は思わず驚きの声を上げた。桃花、
あんた、なんだか気味が悪いって言ってたじゃない。いいから相談しちゃいなよ。幼馴染なんでしょ。でも…どんどん後ろ向いていく。いいから、いいから。お前、人事だと思って好き勝手に言ってるだろう。何？あんた嫌なの？幼馴染の女の子に迷惑かけられるなんて男冥利に尽きると思わないの？ちょっとセクシャルな発言が多いですね。鬼山田文読むの上手くなった。昔下手くそやったん僕。私も桃香と幼馴染だったらよかったのに。でもそれって無理なのよね。私ってここに越してきてからそんなに長くはないしさ。急な、お急な自分語り。どうも夏音を相手にすると調子が来る。歯車が砂でも噛んだようにうまく回らない感じで腹が立つ。ずけずけとね。本当なの。桃香が言った気味が悪いという感想は何を指して言ったものなのか気になる。このパーカーめちゃくちゃ薄いのかな。あのね、かなちゃん、これと同じような手紙私にも届いたの。この手紙が届いた。桃花のところにも。昔に比べていけすかない主人公ボイス。予想外の不意打ちだったとっさに次の言葉が出なくなるくらいには驚かされた。ものにしている。だが俺が考えては見なかっただけで、実のところは十分予想できることだったのかもしれない。俺のところに来たんだから桃花のところにも届いていたっておかしくはない。俺のと同じ手紙か。うん、文明は違うけど同じ封筒と便箋で先週うちに届いたの。なんだろうって思って実在するの全然心当たりなかったし。まあしそうだよね。られたから、そのうち風来機ぐらいじゃない。なっちゃんに相談したの。だからお前がここにいるわけか。でもそういえばトゥルーラブストーリーの主人公もひどかったな結構。これでも桃香の友達なのよ。白状な幼馴染とは一味違うってわけ。鬼山ダルで声うまいよね。桃香の友達であるお前のアドバイスは。聞いたことねえ。気にするなって言った。別に噛みついてくるもんでもないしさ。ずいぶん投げやりなアドバイスだな。その手紙持ってきてるの。あるのなら見せてくれ。でもあまりかなちゃんに迷惑とかかけたくないし。迷惑だなんてそんなわけないだろ。ともかく俺はこんな手紙を誰が送りつけてきたのか知りたくて帰ってきたんだ。俺に来た手紙のさっき見せた手紙の文面が気に入らなくてね。ももかの手紙に何か手がかりがあるかもしれない。だからさ、ももか。主人公の声あんまり聞いたことねえ声だなと思ってググったけど、結局コーポレーションいかやく。結局コーポレーション。桃香は手元のバッグから封筒を取り出した。桃香らしく綺麗に保管されたそれは色あせた封筒で宛先はあるが差出人の名前はない。間違いなく俺が受け取ったのと同じものだ。桃香にまで手紙が来てるとは思わなかったな。私が出したと思ってた。あの手紙。桃香はそんなに悪趣味じゃない。カイジとか赤木の声の人っぽいけどあの人俳優だしな。図星だった。ちょっとずるい答え方だよね。なんで桃か。そうかな。いや、そうかもな。全然疑わなかったって言ったら嘘だ。それに手紙の文面にあったあの言葉、俺はすぐにチカのことを思い出した。チカが出したかもとは考えなかったの。見透かされてるわ。そんなこと考えなかった。だってありえないだろ。チカはもういない。手紙なんか出せるはずがない。そうだね。ただこれがチカの言葉じゃないかって思った時、俺はチカのあのセリフを知ってそうなやつを考えてみた。チカの口癖ってわけではない。この俺ですら手紙を読むまで忘れてた。ケッケって中学の時の同級生だったケイスケ君のあだ名だったけど彼社長になったのか。ケイスケでケッケな。ハロー鬼山田。こんばんは。お母さん？うん、知らないと思う。
主人公の元に届いた謎の手紙。それはかつての幼馴染千佳のセリフが書かれた手紙だった。しかし千佳はもう2年前に死んでいる。この手紙の真相を調べるため故郷に戻ってきた。確かに主人公、そこで幼馴染の桃花と出会うのだった。鬼山田さんはかつて一度でも個人から手紙をもらったことありますか？手紙？違う。手紙はないかな。こうなんていうの、送られてくるみたいな。ミステリーにありがちな、あの、つってキーワードをぼかす。確かに同じ封筒だ。よく似てるとかそういうレベルじゃなく、全く同じ封筒だ。今日は鬼山大生き生きしてるな。封筒の中身も全く同じ。便箋1枚と小さな鍵。鍵も少し形状は異なるが、シンプルなデザインであるあたりは俺のところで届いた鍵ととてもよく似ている。いや、カニも届いたことないな。これで鍵は2つ。どこの鍵穴に差し込むかもわからない古びた鍵は2つになった。いや、年賀状はあるよ。こういう、なんていうの、便箋はないかな。便箋には短いメッセージ、俺に来たメッセージよりは少し長い。幸せを分けてくれたあなたに新しい幸せが手に入りますように。なんかそういう、なんていうの、スパムメールみたいな。感謝を込めてこの手紙を送ります。え、同封の鍵を持って指定した人に会ってください。鍵を6つ集めれば願いの叶う幸せの箱が開きます。全然違うじゃん、内容。どうしたの、かなちゃん。いや、うさんくさいな。ラーミアが幸せの箱ってトルネコやん。ならお前はどう思ったんだよ。うさんくさいと思わなかった。懐かしいね。え、不幸の手紙みたいな。鍵が6つも、6人も出てくる人これ。そりゃ多少はね。多少か。これが願いの叶う幸せの箱だぜ。前世とか来世とか、幸福とか心の平穏とか、運命の導きとか、そんな形のないものをありがたがるようなものに、ろくなものはないんだ。何を、今どきキャッチセールスだって。もっと気の利いたことを。あと何人出てくんだこれ。6人の同級生が。それにしても、あと4人出てくるの。ね、これなんか、これはなんかすごい子供じみてるよね。俺と桃花のものを合わせて手持ちの鍵は現在2つ。残り4つがどっかにあるということか。RPG かな。読み返すか。え、この人誰だ。ウコ、今さらながらに桃花の手紙に書かれた見知らぬ名前に気がついた。そんで閉じられた空間で奪い合い殺し合いが始まる。なんかナイフ出てきて、久しの次に会う。ウコってなんだよ。名前からすると加藤ウでウコなの。ううじゃん、その部分。ひらがなで書いたとき。週刊ストーリーランドに投稿したら4つに減らされそうな脚本だぜ。知らないの。だがつくづく妙な話だ。俺の手紙に記されていた俺と桃花しか知るはずのない地下の言葉。桃花の手紙に記された前つばの文章と聞いたこともない人物の名前。共通点はどこにあるのか。まあこういう謎が一応あるから、まあ先が気になるといえば気になる。一応の共通点で言えば、差し出しのない封筒にその中身。封筒の中身はどちらも一通の手紙と鍵が一つき。手紙の文面にはこれといって共通点はない。それでも無理に挙げるとするなら、どちらの文面にも次に会うべき人物の名が記されているということくらいだ。俺の手紙には桃花の名前。桃花の手紙には加藤宇子という人物の名前がご丁寧にも住所付きで記されている。ならこれは、一種のゲームなのかもしれない。変則的な伝言ゲーム。人から人へ手紙に指定された通りに鍵を集めていく一種のゲーム。これは清水です。静岡県。ということは、この加藤宇子という人のもとには3通目の手紙が届いているということか。
送られているかもしれない手紙、そこに同封されているかもしれない3通目の手紙と3つ目の鍵、そして手紙の最後には次の目的地が。かなちゃん、どうかした？子供じみている。あ、いや、その、なんとなく。ジロ町の友情出演ある？ジロ町はもう死んでるよ。仕掛け？ああ、うさんくさいのをちょっとどけて考えれば、こいつはゲームをしてるで。ルードというのは失礼みたいな意味です。あ、ゲームだ。でも今回のはあまり出来の良くないゲームっぽいな。してその心は？手紙の文面を信じるなら目的は鍵を集める。おっぱいの影ばっかり見ちゃうよ。鍵は全部で6つ残らず集めれば商品が。確かに真上から開けてびっくり幸せの箱。俺の手紙には桃香の名前があって、桃香の手紙には加藤うこって人の名前が書いてある。外人か、失礼って感じで書かれた帽子かぶってたら笑てまうね。外人が見たら手紙には次の相手が記されている。笑えるのかな。多分手紙と鍵が届いているんです。父さん、俺と桃香の次は加藤うこって人のところだな。全部で6つってことはコナンみたいな声だな。あんたたちみたいに手紙を受け取った連中が他に4人いるかもってこと？今のところの予想だけどな。なんでこんな鳥山明みたいな帽子かぶせちゃったんだろうな。今日眠そうだね、どうしたの？でもさっきは元気だねって言われたけど、帽子あったら買うかもしれない。いやでもなかなか電車の中でかぶってられないだろう。人が近寄ってこないぞ。どうしてらん姉ちゃん。仕組みはなんとなく読めても、そもそもの疑問は全く解消されていない。問題は最初に立ち返る。一体誰がこの手紙を出したのか。桃香の名前、チカを思わせる手紙の文面、その手がかりをもとに俺は故郷へと戻ってきた。うさんくさいのは元よりそうだ。それなのに俺はここまでやってきた。今さら多少うさんくささが増したところで、そんなことは些細なことに過ぎない。重要なのは誰がチカの言葉を送ってきたのか。ありえないことはありえない。もしもただ偶然が重なっただけだとしたら、どこまでが偶然でどこからが必然なのか。大阪要。かなちゃん。少なくとも桃香という名前が記されていたことは単なる偶然で済まされることじゃない。あのさ、そんなにうさんくさいと思うなら、いっそのこと捨てちゃう？捨てる？そう、捨てる。その手紙をね。そしたら、もう何も考えなくて済むんじゃない？怪しいな、夏ね。捨ててしまえばいい、万事解決、面倒なことでも何もなくなる。恥ずかしいよ、地元でいいのに。ね、故郷。まあ地元、うん、そうね。桃香が俺の答えを待っている、どこかすがるような眼差しで。捨てればいい、疑問は残されるが、忘れてしまえばそれでいい、それで何か変わってしまうわけじゃない。もしもこの手紙が新手のキャッチセールスや勧誘の類であったなら、手紙に記された人物に会いに行ったが最後。いらっしゃいませ、どうぞお上がりください。ぜひあなたの幸せを祈らせてください。いえいえ、ご遠慮なさらずに。なんて話になるかもしれない。主人公何歳だって。個人の名前や住所なんて調べようと思えばいくらでも調べられる。16かな。あるいはこういう筋書きなどはありえないだろうか。ね、ずっと黙ってんのこの間。チカが死んでから俺は長らく帰ってこなかった。俺がチカの命日にも帰ってこないことに少しは事情を知っている友人の一人が気をもんだ。そいつはいろいろ考えた挙句、夏休みを利用していらないおせっかいを焼いてやることに決めた。そいつの目的は俺を帰郷させて、桃香と俺をつまらない話でうだうだと悩ませることだ。事実は案外そんなところかもしれない。でも何かが引っかかる、いたずら、それで済ませてよいのだろうか。もう急に。これ適当なの選ぶとバッドエンドなんのか、これ。おい、悪趣味ないたずら。加藤うこ、加藤うこにするか。水着イベントあるの？こいつまだ高校生なんだっけ？うん。っていうか高1ちゃう？高1か高2か。アイコンの種類多いな。うん、本当にこの加藤って人に心当たりはないか。うん、
昔の知り合い、同級生、親戚、その他どれも。さらに念を押しておく。加藤っていう名字の人なら小学校の時のクラス。どういう流れで海行くことになるんやこれ。でも関係ないよね、きっと。海に行けっていう手紙の指示があるのかな。さすがに違うと思う。ここに書いてある住所はどの辺だ。加藤宇子という名前の下に記された住所は県内には違いないが、あまり馴染みのない地名だった。まあ親しくない人結構呼ぶんちゃう。ああ、そこって山の中よ。そうなのか。お前よく知ってたな。煮詰まって気晴らしにみたいなパターンもある。手紙鬼山田もバイクで海に行こうや。一応調べておいたんだよね。もう北海道で散々見たからな海も。なっちゃん、私別に泣きついてなんか。のび太さんみたいなこと。今にも泣きそうな顔してなかったっけ。いやいや、知らない同級生のことを加藤さんとか言わない。なっちゃん、なんて呼ぶんじゃ。からかわれて真っ赤になる桃か。夏音は意地の悪い声で笑う。それにしてもマジで山の中か。山の中って言っても人が住んでるところだし、近くにも駅あるよ。無人駅だけど。まあ確かにそんな感じ。堤防の上で黄昏ような加藤隆さんって呼ぶようでは。さん付けやんけ。下の名前でさん付けは珍しいやろ。うん、ああそうだな。この女にしてはまともな意見だ。確かに住所が分かっているなら。鍵を集めるゲーム。もう横のアイコンゲームになってるよ。いや分からんなこれ。ん？あれ何これ、推理みたいなになってる。奥さんには名前にさん付けで呼んでほしい。プラスじゃん。ちょっと待って待って待って、これキャンセルできないのこれ。謎めいた鍵と何かで。え？何も聞いてなかったね。住所が分かっているなら。何？鍵？山の中の教会だった。まあ行くってこと？特殊なシステム。錬金かもしれない。あ、違うわ。2つ手紙と。え、どういうこと。悪趣味ないたずら。意味がよくわからへん。意味がよくわからへん。あ、電話するってこと。電話。うおー、こなきんだー。粉金のシステム。わからへんか。電話したらええんちゃうか。これ何なんだよ。急に。てか今後これでいくわけ。結構詰まりそうじゃない。どこか釈然としないな。せやか食堂。あ、こういうことか。筋トレっていつから再開する。再開しないよ。粉金は2番線時だった。実際にその住所の場所まで行くのは最終手段だ。いやだから電話と。あ、ちゃんと大丈夫か。じゃ電話とウコでいいわけ。ウコに電話しようっていう意味。まさにライトミステリー。番号案内に電話して問い合わせればいいんじゃないか。まあ今のところ。だってさ、モモか。うん、もっともなアイディアだとは思うんだけど、でもそれってなんか嫌だったの。どうして？その、やっぱり気味悪いし、おかしな勧誘とかだったら困るし、まあね。向こうが知らなかったも怖いしね。電話かけたりしたら、なんだか抜け出せないようなとこに踏み込んじゃうみたいで。で、結局は何もしてない。何攻め立ててんだ。うん、
髪型と服が変なんだよ。確かに桃香の懸念もわかるが、無鉄砲に住所の場所を目指すのもためらわれるし、ここまでは拉致が開くはずもない。すっかり乗り気じゃん。鬼山田は懸垂何回できると思う？懸垂はできるんかな。一回も。この番号は使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。これはちょっと予想外だな。てか教会なんだよ。勝手に人の顔を面白いとか言わないでくれ。どうだったの？さっきの電話番号は。正解は15回だよ。いやいや、不正解だ。そうなんだ。それにしたって、なんだな。手紙の差出人もいい加減だよな。いや、案外調べてのことかもしれないよ。妙だな、夏ね。知れないよってお前。妙に口を突っ込んでくるじゃないか。電話のないところを狙い撃ち。なんせ謎とロマンのミステリーだよ。電話かけて正体判明でおめでとうとか言ったら拍子抜けじゃない。お前面白がってないか。そんなの当たり前じゃない。秘密の匂いだよ。謎のゲームなんだよ。好奇心を刺激されて当然じゃない。ちょっと面白そうかなとか思ったりするでしょ。普通正解になるまで終われません。面白そうとは思わないな。怪しいな。桃香も俺の意見にうんとうなずく。なぜなら地下を利用されてるからね。コナンっぽいですよね。こんばんは。今は夏だよ。夏。暑くて光る冒険の夏。夏ねは夏ね森永梨花。ちょっと危険なアバンチュールの夏。うん？週刊誌のゲームはこのゲームのことだ。矢沢桃子。上田かなって書いてある。上田かな、矢沢ちか、野戸まみこ。東京に出たと思って地方の人間ばかりしてる。いいセリフを言うじゃない。欲しいのは夢じゃない。事実を知りたいだけだ。はいはい、そうでございますか。かなちゃん、どうするの？桃香が話を本筋に戻した。これからどうするのか、確かにそれが問題だ。かなちゃん。考えさせてくれ。なんで百花に嫌われてないのか不思議なんだけど。夏、まあそれは知らんが。手紙が気になる理由を考える。なんか推理をするのか。俺はどうしてあんなうさんくさい手紙にこだわってここに迷い込んできたのか。あの手紙にそこまでこだわる理由、それはやっぱり地下の言葉が気にかかるからだろうか。地下の名前を出されたわけではないが、あの文面を安易に地下の名前を出されるよりもよっぽど効果がある。ほんまよ。こういうところはもう蚊だらけだから。手紙の差し出し人はそれなりにものを考えてるやつかもしれない。小さくため息をついて気分を変えた俺はもう一度このゲームについて考えてみることにした。不自然で不条理なゲームの招待状。世の中のものは概ねゲームだ。ルールがあり、参加者があり、勝敗がある。みんな偶然と必然を組み合わせて勝敗を競う。うん。最近化が多いんです。このゲームは出だしですでにポイントを取られてしまっている。手紙が気になっているということはすでに罠にはめられているということだ。たまにひらがなが気になるの。だが選択肢はまだある。どうすんのさ、その手紙結局捨てちゃうわけ。夏音があっさりとその選択肢を口にする。そう、逃げ出せばいいのだ。ゲームにはルールがあり、ルールはペナルティとワンセットだ。ペナルティがなければルール違反は止められない。泥棒すれば警察が来る。カンニングすれば生徒指導室に呼び出しを食らう。実に様々なペナルティだが、ゲームは降りることもできる。受験だろうが社会だろうが、ドロップアウトはいとも簡単だ。突き刺すような周囲の視線を気にしなければ何をしようが自由。ただしペナルティは食らう。進学報酬、それらとの決別。ギブアンドテイクがゲームのルール。リタイアはルール違反ではないが、必ず巡り巡って何かしらの対価を要求される。このゲームのルールとは何だ。勝利条件は何なんだ。幸せの箱、眉につばつけて聞くしかないほど安易な表現。当たり前の決断を当たり前にすればいいだけど、本当に当たり前のことなのに、その当たり前のことをする決心がなぜかつかない。じれったいわね。じれったい。もしかして、本気でこのままなかったことにしちゃうつもり？
お前は黙ってろよ。お前妙に乗り気だな。あのさ、福本漫画のくどさ。何よ。お前妙に乗り気だな。ロブドのようやにいっぱい見てヒストを詰めるんじゃないよ。なんじゃ、面白そうだもん。ヒプノシスマイクの歌詞か。え、何歳なんだっけこいつ。16。ももかもそう思わない。私は別に。地下を利用されてるからね。少しはハメ外しちゃおうよ。話のネタにいいかなとか思わない。まさにひと夏のイベントって感じだしね。面白ければいいわけか。時と場合によるけどね。で、結局あんたの意見はどうなのさ。めっちゃ詰めてくるな。たちの悪いいたずらかも。うわ、つまんない意見。なんだよお前は。ほんと当たり前すぎてつまんない。夢もロマンもアバンチュールもあったもんじゃないわね。ちょっとなっちゃん、16の頃の俺はもうこんなノリを冷めたポテトのように見ていたよ。結局お前は首を突っ込みたくてうずうずしてるだけじゃねえか。16か。時と場合考えられない。自我がなかったの。エモいし声優もうまいですね。うん、エモいし声優もうまいよ。子供だよな。子供で悪かったね。こっちとらまだ女子高生だよ。あんたは自分のこと大人だって思ってるわけ。はあ、大したもんよね。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言えよ。あんたってつまんない。自我がない鬼って暴走状態。本当にはっきり言いやがる。何にも考えてなかった。ちょっとかなちゃん、なっちゃん、二人ともいい加減に。あ、え、もうやだ。ももかのお腹が空腹を知らせ、真っ赤になったももかは何でかは知らないが俺にバッグを投げつけた。聞こえなかったけど。せや、もう昼か。昼なん。そう意識すると俺の腹まで減ってきた。まあ今日のところはこれぐらいにしとくか。めちゃくちゃ長時間ダラダラしてたの。お昼どうしようか。駅前で何か食べる。痛いとこついてくるね。大人ぶってるもんねるで。ね、かなちゃん気づいてた？新しいお好み焼き屋さんが駅前でできてる。2年間でそれかよ。そうなのか。何日も泊まれないはずなのにのんびりしてやがる。ね、めっちゃ遠くになっちゃうおり。お好み焼きでもいいの？このクソ暑い時にお好み焼きを。私は何でもいいよ。お腹に入るものならね。結構高いやろ、なんかお店で食うお好み焼きって。そこでいいよねと言った風に桃香が目で合図を送ってくる。え？悪い、桃香。どうした？俺ホテルに戻るよ。何か用事でもあるの？用事はないけどさ、今後どうするか。なあこいつ。ワイプで会話するのはどうかと思いますけど、ね、二重になるからな。100円お好み焼きとかあるの、名古屋地方だけなんだってね。100円お好み焼き。はなちゃん、駄菓子屋。本当にいいんだよ。地下のことならもう気にしなくて。最後にお好み焼き屋さん行ったのいつ？広島行った時かな。チェックアウトしたんじゃ。桃香たちとは坂の、本当や、坂の終わりで別れた。ゲームを続けるか否かの答えも出さないまま。背中広くない？ほんと決めねえな。何も、肩幅が広いのかな。またや、またホテル泊まっとる。結局連泊してるやん。ゲーム続行か、それともリタイアか。ゲーム続行なら桃香の手紙に書かれた加藤宇子という人物に鍵を持って会いに行く。リタイアなれば俺は何事もなかったかのようにこの街を出ていく。そうすればなくしたものは俺が稼いだバイト代だけで済む。さて、お好み焼きやって一人でも行けるもんなん。まあ、場所によるけど。カプセルホテルにするか。これ絶対下行ったら終わりでしょこれ。カウンター席とかあるからね、お好み焼きは。カウンターつうか鉄板の前だけど。ももか、俺確かめに行ってみよう。
なんで一旦間を置いたんだよ。月が出ている。雲はなく明瞭でくっきりとした姿。窓を開けるとエアコンの冷気を押しのけるように外の熱気が流れ込んでくる。その強引さが熱気に当てられていた肌にはむしろ心地よい。明日指定された次の場所へ立つ。俺一人で。桃香には伝えておきたかったが、何度携帯に電話しても桃香は電話に出ない。いや、ないかな。そういうこともある。興味本位の夏音と違い、桃香は気味悪がっていた。桃香は、チカは桃香の双子の妹で、チカを失ったためきっと俺よりもずっと深かっただろう。スーパーの外とかに売ってるやつな、お好み焼き。他人の本当の痛みはわからない。想像することしかできない。俺はそう思うが、桃香なら傷口に触れることなくそっとしておいてほしいと考えるかもしれない。俺がとりあえず行ってみるというのもいいかはしないだろう。チカは死んだ2年前、14歳で。何をどうしても厳然たる事実は変わらない。世界のルールは公平で冷淡だ。チカはもうどこにもいない。俺をその気にさせた動機にどこまでチカが関わっているかは想像すらできない。自分でもわからないのに、それを理路整然と桃香に説明してやる自信など俺にはない。わからなかったらしいよ。だから一人で行こうと決めた。どっちみちどのみち桃香がいなくても別に困ることはないだろう。空には月、そこにあるのに触れられない見事な月。夏の日の夏の夜、明日の朝、俺は幸せの箱探しの旅に出る。え？バカバカしいとつぶやきながら、明日のための荷物をまとめ部屋の明かりを消した。夏音は生まれつきだろう。明日の朝、俺は旅立つ。木綿のハンカチーフかよ。気持ち悪いな。え、それじゃあみんな急にどうした。今から絵本を読んであげるから。こんばんは。ほんまほんま気さくやるか。ちょっと酔っちゃったか。気さくがやりたくなるゲームだね。あるところにかわいそうな男の子とその妹が住んでいました。子供たちはとても貧しく、こんばんは。何にも持っていませんでした。ねえ、お隣の裕福な家を見てごらんよ。裕福なうちの子がごちそうを食べてるよ。おいしそう、幸せそう。あの人たち、ごちそうを分けてくれないかしら。知らない人には分けてくれないよ。そうなのね、すごく残念だわ。ほら見てごらん、みんな踊ってるよ。楽しそう、幸せそう。教会ってつまんねえな。本当に楽しそう。私、あの右側の子になったつもり。ごちそうとお菓子をたくさんもらったの。かわいそうな子供たちはクリスマスの夜だというのに、狭い部屋の中で窓のお外を見てるだけでした。切り抜かれた空を夢に見る。夏の空、空はいつもただただ青い。絵の具を使いすぎたかのように濃く眩しすぎる青い色。雲は白い。空の色を引き立てて鮮やかにする無地の白。日差しが強い。太陽が間近にあるかのような熱をはらんで世界を焼く。いらっしゃい、かなめさん。チカはいつでも笑っていた。だから俺も笑っていた。寂しげに流れていく雲の夏の雲を見上げながら二人で笑う。ちょっと待って、かわいそうなままで話を終わらないで。嬉しいですよ、見上げちゃうくらい。のとまみこ。かなめさん、休みになってからよく来てくれるようになったから。でも大変でしょ。そんなに近いわけでもないし。いいんですよ、気を使わなくても。もう外、ずいぶん暑くなったんでしょ。やだ、かなめさんたら。のとまみこ。いくらなんでもそこまでひどくないですよ。起きるのくらい平気なんだから。まったく、重病人扱いしないでください。失礼ですね。チカは頬を膨らませて怒ったふりをしてみせる。いつものことだ。本気で怒っているわけじゃないが、責められると困り果てる。
次の言葉をどうすればいいんだろう。そうですよ、大丈夫ですよ。いくらなんでも。チカは笑った。彼女の笑顔はいつも寂しい、あの空のように。孤独にとらわれたあの苦境の空のように。大丈夫ですから。寝起きの寝巻きの合わせが少し黄乱れていた。普段なら隠している白い肌が目に入る。気づいて目のやり場に困り目をそらす。照れでもなく気まずさでもない白。苦境を覚えた。色を失った部屋と同じ色の抜けた地下の胸元、青白く痩せて血の気の薄い肌に鎖骨の隆起がはっきりとした影をなしている。冗談のように細い腕、それ自体の重みだけでおのずと折れてしまいそうで、支えなければいけないと見ているのが怖かった。目をそらす場所を探しても結局はそんなものはありはしないのだと気づかされる。詩人やな。なぜならここは箱の中、色を失い季節を失い何もかもから取り残された白い箱の中。目をそらしても視界に入ってくる、ただ白すぎて寒気を覚える四方の壁が嫌というほど現実の重さを投げ返してくるからだ。どうしたんですか。チカはいつでも笑っていた。白い箱に似た部屋で棺のようなベッドの上に横たわって苦境の空を見上げて笑っていた。時間の経過を感じさせない白い部屋で、時間から置いていかれたようにチカはいつも同じ格好で俺を笑って出迎えていた。ピンク色の寝巻き、色あせて薄い色、生地は柔らかく薄く洗濯したての匂いがする。そうやな。それってお土産ですか？そのコンビニの袋。っていうか、やった。結構ガタイいいよね。全然わかんねえ。病院の人には内緒ですよ。箱の中で季節に取り残されながらも、地下の体は時間によって無慈悲に残酷に切り刻まれていく。今日の地下は昨日の地下より寂しげだったか。肌は以前より白くなかったか。腕は以前より細くなかったか。笑顔の端にどこか疲れた様子はなかったろうか。花さん、窓を開けてください。窓を…あ、飛ばしてしまった。窓の外が見たいだけですから。じゃあ開けなくてもいいだろ別に。言われるままに窓を開けた。銀色の冊子を窓が滑る。はためくカーテンの向こうに広がる空はいつも悲しみに沈んでいるようにどこまでも青い。開けた窓から夏の熱気と日差しが入り込む。それすらも部屋の白さが飲み込んでいく。14歳です。髪の毛に包帯巻いてない。毛がこっちも目が滑る。あんなギュンギュンだな。そこお金を100万円を巻いている時のどんな色の空が地下には見えていたんだろうか。俺が見たのと同じ孤独な空か、悲しい空か、それとも別の空なのか。流れる雲が窓枠の牢獄から飛び出して消えていく。動けぬ街のビルは墓石の群れのように視界に残る。何か見えるか。あの沈黙はどんな瞬間だったのか。地下は見入っていた。窓の外の見飽きたはずの景色に言葉もなくただ耳入っていた。なんかうまく言葉にできない感じ、わかります。良いライターになれるな。だと思った。のとこはいよのと。回想シーン眠。地下が笑った。窓際でくるりと体を翻し、いたずらっぽく笑った地下の微笑みはとても透明で澄んでいた。うん、そうじゃないです。そういうのとは違うんですよ。この空の綺麗さは、あのね、この要さんが帰った後はずっと外を見てたんですよ。窓も頑張って自分で開けて、空の色が
しずつ変わるところや雲が動く様子とか。あ、そうだ、のと声小さいよ。のと小さいんだよな、つぶやくから。ちか、枕元にあったノートを一枚破った。昨日小学校の頃のことを思い出してちょっと折ってみたんです。ちかはもぞもぞと頼りない動作で紙を折り始めた。何の変哲もない紙飛行機。窓から身を乗り出しひょいと外へ飛ばした。ほら、あ、飛行機はすぐに失速し、そのまま真下へと落ちた。目でした。上手に飛ばないな。脳から何度も折ってるのにどれも全然飛ばないんです。どうしてちゃんと飛ばないんでしょう。地下は空を見つめている。でもきっと空を見ていない。どこを見ているのかは分からなかった。最後まで分からなかった。地下はまた一つ紙飛行機を折って飛ばす。紙飛行機は同じようにくるくると回りながら地面へと墜落していく。そうだ、かなめさん、これも病院の人たちには内緒ですよ。こんな行儀の悪いこと知られたら何回回想はいるんだよ。シーンが移り変わるたびにこれあるだろう。切り抜かれた空を夢に見る。区形の空のある白い箱の中で地下はいつでも笑っていた。ロールで紙飛行機のシーンをビンゴに入れといてくれ。第2章、残された手紙。あのリフレインが果たして有効に作用するのか。このゲーム、ゲームを開始する。区形覚えたてか。始めたのはどっかの誰か、受けて立ったのはこの俺。商品は眉につばつけて着たくなるような幸せの箱。今から不思議のダンジョンが始まるぞ。ルールは簡単、出来の悪い伝言ゲーム。もっとも俺が期待しているのは謎解きでもなければ商品でもない。悪趣味なゲームを始めてどっかの誰かを突き止めて、できることなら一発くらいはぶん殴ってやりたい。もちろんゲームをクリアしたとしても、どっかの誰かが顔を出すと決まったわけじゃない。とりあえずゲームを受けて立つ他に手がかりもなければ手段も思いつかなかった。消極的後ろ向きな消去法の結果だった。まあ、あれがウコ、ウコさんちゃう？ウコさん。夏には決まっていい思い出がない。空を見上げて眩しくて太陽に手をかざす。夏の空、青い空。嫌になるほどどこまでも青い。ぼんやりと列車を待つ。ホームにいる客は俺一人だけ。ここから急にマジでローグライク始まったらめちゃくちゃ面白いけど。電車が来るまでの間、時間を持て余した俺はここ数日間に起こった出来事を思い起こしていた。え、思い起こすの？ヒェーヒェまた回想が。あ、封筒をもらってきたの。ふと封筒の柄と色がどっかで見覚えのあるようなそんな気がした。装備は帽子と鍵で。本当に文字数で賃金決まるから無理やり増やしたみたい。気の迷いだろうか、それとも本当に記憶の隅に覚えがあるのか。人間は見てきたものを全て記憶している。そんな話を聞いたことがある。記憶は頭のところに必ずある。どんな些細なことも、どんなつまらないことも、生まれてからこれまでの全ては何一つ消えてなくなったりはしない。忘却というのは、例えるなら古いタンスの引き出しみたいなもので、きしに開かなくなった記憶の引き出しが中身を持ち出せなくしてしまうのだ、というような話だった。ただし問題はその説が正しいかどうかじゃない。この既視感が本物かどうかということだ。花柄の封筒というだけなら、これまでだって一度や二度は目にしたことはあるだろう。よくある封筒を目にして既視感を覚える理由なんてものは、それこそいくらでも思いつく。世界は偶然でできている。ゲームを成り立つというのはルールだが、ゲームを犯しているのは偶然だ。必然だけが世界を作るんだとすれば、最初からルールなどいらない。必然はただ偶然と偶然の隙間を埋めていくだけの力しか持ち得ない。最善を尽くしても必ず成功に至るとは限らない。世界はどこまでも不条理で不公平で、それでいて公正無私なルールによって成り立っている。だから何もかも偶然と割り切ってしまってもいいのかもしれない。既視感めいた思い違い、記憶違いの勘違い。俺は適当な理由を告げて、これ以上この件について考えるのをやめた。え？
真に必要な記憶ならそのうち嫌でも思い出すことになるだろう。スピーカーの放送が列車の到着を知らせる。線路を響かせて車体がホームに滑り込んできた。出発だ。先の読めないゲームの開始。お前バカだろうと笑う心の中の俺に、まったくだと同意しながら列車に乗り込む。発車のベルが鳴った。これから故郷を離れる。一人でそんな遠いんだ。一気ルートの最後らへんくらいくどい。ほんまやな。いよいよだな。そう思った時だった。え、そんな大した話じゃねえだろクソが。その声には十分すぎるほど聞き覚えがあった。俺はあえて気にせず平静を装う。突然だった。閉まろうとしたドアの隙間から飛び込んできた女の肘が溝落ちへ突き刺さった。なすすべなくその場に沈んだ。すっとね。暴行罪です。やばいやばい、本当に危ないとこだった。気になんのよそのアングル。乗り込めたわね。無事じゃねえ。あんたいたの。こういうやつ。昨日おとといと嫌というほど理解させられたにもかかわらず、改めて目の当たりにすると怒りを突き抜けて乾いた笑いがこみ上げてくる。どうしてお前がこんなところ。はい、また減点。駆け込み乗車すると車内放送で怒られるよね。ね。かなちゃん。ももか。来たのか。知らせなかったんじゃないの。正直驚いた。夏音が新たからには桃香がいることも当然といえば当然のことだったが、あれだけ及び腰だった桃香は姿を見せたことに驚きを隠せなかった。でも確かに桃香はここへ来た。その桃香はひどく息切れしながら何とも微妙な表情で隣の息一つ乱していない涼しい顔をして夏音の方へ目を向けていた。遅れちゃってごめんね。かなちゃん待った。いやまあ時間も知らせておいたのかこれ。息を整えた桃香は罰の悪そうな顔をする。そんな顔をされたらこっちだって困ってしまう。特に約束していたわけでもないのだし。約束したわけでもないの。そうだよ。すぐ謝るのって桃香の悪い癖だよね。第一、こんな朝早く待ち合わせて時間通り来る方がどうかしてるんだって。行き先を考えれば当然の時間だ。そもそも特に待ち合わせの約束をしたわけでもないだろう。バカね。気にするなとか言っとけば話は綺麗にまとまったのにさ。あんたって女の子への気配りが足りないのよね。そんなだとこれから困るわよね、かなちゃん。かなちゃんって言うな。そんなことより俺としてはお前がどうしてここにいるのかを聞きたいんだから。私が桃香を連れてきたからに決まってんじゃん。どうだ、恐れ入った方でもいいだけに胸を張る夏ね。何がどう決まってるのか全くわからない。は？物分かり悪いわね。これからの時代は単純な学力じゃなくて機転の利く柔軟な思考力なのよ。知性を家に忘れてきた奴にそんな評価を受けるのは実に心外だな。あのね、かなちゃん。お火花散る俺と夏音の間で困り果てておろおろしながら桃香が恐ろ恐ろ口を挟んだ。なっちゃん、やっぱり行こうって。面白そうだから。やっぱりかなちゃん一人だと困るだろうし。なんせ頼りないし。気味悪いけど確かめた方がいいと思って。後腐れないし、なんなら一発ぶん殴れば済むし。つまり何か、お前が面白半分で桃香を強引に連れ出したってわけか。なんか悪意ある解釈ね。俺がお前相手に善意ある解釈ができると思うか。ほんまや、ド発展か。それはともかくとしてだ。結局はお前も来るってことか。邪魔か。俺は週末データをちゃんとチェックしているじゃん。感想を教えてください。面白いですよ。なんか普通なんていうのかな、ちゃんと突破できるしね。今までだって随分呆れたな。ミニランスじゃない。ここまで来ると逆に安心させられるな。お前というエロゲーを感じるね、やっぱり。お前お前ってうるさいわね、あんた。夏ね、私の名前よ。ちゃんと覚えた？夏ねさん、あるいは夏ねって呼んでちょうだい。両方嫌いだな。あ、
どうしたの黙りこくって。失礼なやつだな、かなちゃんは。失礼なのはお前の方だ、なっちゃん。夏音は性悪猫みたいに口元を歪めながら頭の上に豆球でもついたような顔をした。もしかして豆玉か。二人っきりになりたかったの。離れ離れの幼馴染が再会してひと夏のアバンチュール。邪魔して悪かった。週末センターは伯爵のポンコツさが大変いい湯加減。いい湯加減。カノン一人によってこのゲームのノリがよくわからない感じになっている。まあ夏音がいなかったらもしてるわけだし、怒んないから安心して。いつでもどうぞ。こうあれかな、シリアスなままだったのかな。にゃははは。だからな、笑い方にゃから入る笑いだから。一人の方が気楽だったと手遅れになってからしみじみ思う。いつだって後悔は先には立たない。カカカンじゃないんだよ。列車はもう走り始めている。一定のリズムを刻んで目的地を目指す。定められた線路の上を、かげろうに立つ夏の空の下を、ゲームの舞台へ。ちょっと明るくしすぎだけど。沈黙が続いていた。快適とは言えない各駅停車の旅。青いシートのボックス席を3人で座る。俺の向かいには夏音と、桃花と夏音。人気のない車内の席に向かい合いながら、何とも言えない緊張じみた空気に抱かれて時間を過ごす。で、あとどんぐらいかかるの？もうすぐ着くの？まだまだだ。お前調べたんじゃないのか？細かいことは覚えとかない主義なの。鼻詰まってんね、なんか。まだ1時間以上乗り続けないと。着くのはずっと先よ。そっか、遠いとこだもんね。ああ、読み方はそれでどうすんの？ん？なっちゃん。必要なんだ。やっぱ特急使えばよかったんじゃないの？ガラケー以外ならもう乗り換え案内あるだろう。また鼻が？突っ込む。突っ込むって何よ？特急使えばよかったんじゃないの？何を突っ込むんだよ。突っ込み見せてもらおうか。勝手についてきたくせに文句が多いぞ。何なのそれ？別にあんたがこの旅の引率しちゃってわけじゃないっての。君のやるゲーム鼻詰まり率高いね。いや何今の。これはお前を旅の同伴者。好感度ダウンの音もしかして。あ、そう。え、こわ。そうきましたか。それ突っ込みっていうかね。かなちゃん。俺と夏音が言い争う中、案の定おろおろとした表情で桃花が弱々しく口を挟む。かなちゃん。静岡県の列車は特急はないんだよって突っ込むのかと。そうなの。少なくとも私はそう思ってるから。まあ確かに田舎に行く方にあんまないかな。かなちゃんマジやで。てか何気にその電車の絵ひどくないか。夏音が桃花のことを思ってついてきたという意見には少し同意しかねたが、これ以上桃花を困らせるのも気が引ける。ここは一つ夏音の意見に迎合しておくのもいいかもしれない。気は進まないが夏音との関係も少し良くしておくべきだろう。まあ確かにだるいかもな。無駄に時間がかかる。あんたが誰ってどうすんのよ。ツッコミじゃん。あんたと桃花はどんな時にもピンと前見て謎の敵と戦わなきゃなんないんでしょうが。どうやらこいつに無駄な気を使うのは単なる時間の無駄だったようだ。どこの世界の話だそれは。本当に身勝手なやつだなお前。もう二人とも。言ってるそばから桃花を困らせてしまった。どうも夏の相手だと調子が来る。もはやついてくれ。車両にはほとんど人がいない。俺たち以外には地元の人がちらほらといるだけだ。貸し切りみたいで気分いいわ。気分いいわ。そうかな。東京に出てからこんなに人気のない列車で人里離れた場所を走るなんてことはなかった。線路の左右にいつでもある家、マンション、さまざまなビル、道路や別の線路、人がいる。そこは町だ。ここにはいない。ここは山だ。昔はここにいたのに今はそれを寂しいと感じる。人のいない列車の中はまるで世界に取り残されたように冷たく暗い。街の雑踏、たとえ見えなくても確かにある人の気配、人々が行き交う分だけ薄汚れた街。こんばんは。電信柱なんだよな。なんか
そんなどうでもいいものを懐かしく思い、田舎の閑散とした列車の席に違和感を覚える。ここからはずっと山の中ばかり通るから、しばらくはずっとこんな感じなんだろうな。うん、そうだね。ももか、この辺り来たことある？通ったりすることはあるけど、真の田舎は電車でさえないから。ポツンと一軒家な。桃香は閑散とした車内を遠い目で見回した。気に入ってる様子でもない。こんばんは。桃香にとってはさして珍しくもないんだろうが、陰鬱な光景は心の金銭をかき乱すのだろう。ダメだ。ねえ桃香、私少し寝るわ。早起きしたから眠くてしょうがなくてさ。いいよ、着いたら起こしてあげる。私が寝てる間に幼なじみ同士の再会ってやつを改めて済ませておきなよ。少女漫画みたいな恥ずかしいやつになったら後で報告してね。やめて。そういうのこの会社の過去作とかなのかな。でも霊園とか書いてある。運転士募集、国立病院って書いてある。なんか広告あるけど、短い分だけ奇妙に重い。夏音が軽口の一つも叩かず引き下がった。おやすみ。夏音は桃香の肩にもたれかかり、そのまますぐに小さな寝息を漏らし始めた。寝つきのいいやつだ。少なくとも眠かったというのは嘘ではないらしい。おお、腕ほっせえな。なんか夏音が桃香の、なんでこんな険しい顔してんの。女ってのはよくこんな風に女同士でベタベタできるもんだ。寝つきのいい夏音の寝顔がだらしなく緩んでいて、なんとなく笑える。もしかして夏音は夏音なりに気を使ってそうしたんだろうか。桃香と俺は2年ぶりの再会だ。顔は見た、言葉も交わした、並んで歩きもした。昨日も一昨日も。2年の距離がそれで縮まったのかと言われればシビアな答えを返さざるを得ない。2年間の空白、果たしてそれは埋められるものなのか。なっちゃんのこと、なんか恨みでもあるような目だな。かなちゃん、ね、嫌われてんじゃん。ね。やっぱ暗いな、桃香は。関東は強い雨と雷も鳴ってますが、そちらはどうですか。もう雨も止んだかな。かなちゃん、さっきまでザブザブ言ってた気がする。もう子供じゃないんだしさ。じゃあなんて呼ぶんだよ。うん、沈黙が落ちる。ボスクス席に二人きりで取り残され、誰もいない車内に空調と車輪の音だけが響き続ける。桃香はもともと口数の多いタイプじゃなかったが、そうだねと言ったきり口を閉ざした。余計に口にする言葉が思いつかないけれど、黙っていると息が詰まりそうだ。さっきの言葉は本心ではあるが、あえて今口に出すことではなかったと後悔する。夏音は一人他人顔で眠っている。こいつが起きていればやかましくても沈黙に心を煩わせることなんてなかっただろうけど、まあ話しかけろよ。やっぱこれ好感度アップの音なの。苦し紛れかもしれないけれど、俺は頭の中に浮かんだありのままの言葉を口に出した。いやでも誰とも会ってない時から鳴ってたから、そうじゃないか。その言葉が昨日桃香が俺に言った言葉だということに気づいたのは口に出した後だった。おかえりみたいな神展開あるかな。いやー、まあ、謎がどうなるかだよね。気まずい重さを感じながらふと桃香に目を向けて、白い陶器の肌にドキドキする。こんばんは。主人公のもとに謎の手紙が送られてきた。それは過去に死んだ幼馴染千佳の言葉が書かれた手紙だった。その双子の姉である桃香とその友達夏音と共にその手紙の謎を解くのだ。とっくに過ぎ去っていた過去が見える。まるで夢のように。音のない学校の渡り廊下、雲のない空から火が濃い影を焼き付けていた。肩越しに振り向いた彼女の顔、血の気の薄い淡い肌が校舎の影と対照をなす。黒い瞳が光と影の間から俺を見つめていた。二人はよく似ている。あの時は木立の彼方からセミの声だけがこだましていた。ねえかなちゃん。あ、じゃなくて大阪君。語りは鬼山だ。夏にはいい思い出がない。いつも。あ、この2年間どうしてた。
列車が走る。動輪が線路と噛み合って硬質な音を立てている。どうって、うまく言えないけど、そう、例えばどんなことをしてた。別に何も、普通に学校通って、新しい友達作って。友達おるん、春汗 T シャツ出会った恋、受験の準備、適当にバカやってみんながやってることをしてただけさ。うん、なんか変わったこととかあった？いや、何も取り立てて言うような話はないよ。ルードだな。気がつけば口をついて出る返答はどれもこれも会話を弾ませない、つまらない返事ばかり。桃香は？うん、何も。部活何かしてる？いや、何も。めっちゃ気使われてるやん。桃香は？私も何も。ルード坊は相当バカ。脳内では饒舌なくせに会話続けるの下手くそだなこいつ。あの神社の時とは違う。改めてこうやって差し向かうと、喉の奥に蜘蛛の糸が絡むようにどうしようもなく息が詰まっていく。つまらないってめっちゃ言われたからな、夏音に。変わったね。桃香は俺を見つめていた。奇妙なくらいまっすぐに。全然いい関係じゃないよねこれ全然いい関係じゃないんだよな。そうかな。うん、どう変わった？ちょっと言いにくいネガティブ。もしかしたらその両方なのかもしれない。変わったのは確か。昔の俺ってどんなだった？確かに脳内テキスト用途の差がすごい、うん、とりあえずそんな目で見るのやめてくれないかな。にっこりした。まるで昔のように。ほんの一瞬のことで次の瞬間には消えていた。目を凝らしてももうどこにも見当たらない。もうそれを全部口にしたらいいやん。もう言ってくるやん。変わりもするさ。思ってること全部口に出せよ。悟られになる。地下がいたとしても、受験して高校行って大学目指して勉強して。勉強ばっかりしてるの。もうこいつが好かれるのは集団から身を挺してかばうとかしないと無理だろう。流れに応じてやるべきことをやったそれだけさ。16歳です。だから変わった、うん、多分だ。前より陰気にやめろそういうこと自分で言うの。困るだろ。え、私？え？いや、俺の方。私？ポジティブな帽子をかぶっていたのに。グッドって書いた帽子を。暗くなったっていうか、落ち着いた雰囲気になった。高校生だからな。前よりは大人になるさ。そうじゃなくて、もっとその、なんて言うんだろう。異様にもどかしい会話だな。うまく言えないけど。やっぱりよくわかんない言葉選んでくれてるんだぞ。本当は確実に自分が変わったという自覚はある。だがそれはこの2年間のおかげじゃない。何のことはない。チカが死んだからだ。あの夏の日のことを覚えている。チカが死んだ日、あの日を境にチカの死という事実が胸の奥に少しずつ染み込んでいくのと同じ分だけ多分心が変わっていった。この世界っていうものがひどく不条理で無慈悲でどうしようもないくらいに残酷だということを理解した分だけ大人になった。多分そういうことなんだろう。昔ほどつまらないことに夢中になれない。そんなに子供ではいられない。そんな俺の変化を桃香は感じ取っているのだろう。桃香は変わらないな。そう、昔のままだ。そうかな。ないものもあるよね。でもやっぱり私だって以前じゃないよちょっとこの会話結構しんどいな。なかなか。そうかな。そうだよ。桃香そのまま口を閉ざす。チカがいなくなって俺は変わった。もしチカがいたら俺は変わったろうか。無意味な過程に何の意味もないと分かっているのにそんなことをふと考えた。俺たちは血まずき沈黙を抱きながら
列車の足音に耳を澄ませるしかなかった。まあ、ある意味雰囲気をすごい作ってるといえば作ってるのかもしれない。俺は窓枠にもたれかかり、桃香は自分の肩にもたれる夏音の頭にもたれかかり、ね、めちゃくちゃ機微なのかもしれない、これが。広い空を夢に見る。あれ、広い空？どこまでもどこまでも枠にはまらない広い空。切り抜かれない空は傍若無人に広がって、視界を重苦しい色に塗り込める。どこへ行くのかわからない雲が冷たい空の海を風任せに流れていく。彼女は笑わない。夏の空の下でどっか沈んだ横顔をして長い坂道を並んでおり、彼女はいつも笑わない。いつから笑わなくなったのか。考えればわかるはずなのに、考えるのをやめてから随分時が経った気がする。そうだよね。気まずい沈黙を抱きながら二人で並んで坂を下る。坂の彼方は陽炎に揺らめいて、セミの声だけが耳にやかましい。でもめちゃくちゃ繰り返すよね、同じワードというか。二人で同じように笑顔を忘れ、同じように言葉も忘れ、同じように視線も合わさないまま、セミの声が雨のように降りしきる坂道をただ下っていくだけ。うつむいていると足元に紙飛行機を見つけた。破ったノートで作られた紙飛行機。飛ばしてから時間が経っているからだろう。紙はシワになっていた。土ぼこりで汚れているし、端はところどころ破けている。だが丁寧に折られていたらしく、折り目は綺麗で、まだちゃんと飛行機の形は保っていた。ひょいと坂の下に向かって飛ばしてみた。紙飛行機はバランスを崩し、くるくると回って足元に落ちた。飛ばないね。もう一度紙飛行機を拾い上げてみる。ねえ、何か書いてある。火に透かしてみると裏側に何か書いてあった。気に入った表現アホほど使い回すよな。うん。聞いたことあるから。なんて書いてある？力なく書かれた小さな字。一行短く書かれていた。もう小さいながらも鋭い痛みが額を突き抜ける。その感覚で目が覚めた。なんだ。痛みの残る額を指先でこすりながら目を開ける。紙飛行機、え、ワープしてきたの？タイムスリップして紙飛行機が。拾い上げた瞬間、俺の心臓が大きく跳ねた。それは破ったノートで作られた紙飛行機。裏から鉛筆の字が少し透けている。え？本当にそうなの？何？でも海に行く計画も気になるけど。なんで最初だけそんな複数選べたんだこれ。同じものを夢で見た。そう思うと途端に周りが不確かになる。シートの硬さが嘘っぱちに思えてくる。足が冷たい。靴底越しに感じていた床のありかがわからない。いつの間にか夢とうつつの境界線を一足飛びに越えてしまったんだろう。いや違う、そんなことはありえない。なんだ。俺は改めて手に持った紙飛行機に視線を落とした。どうしたの、かなちゃん。怖い顔してる。異世界に紛れ込んでないような、これ。狼狽する俺の気配が伝わったのか、二人が向かいの席で目を覚ましていた。俺は返事もせず、食い入るように紙飛行機を凝視する。おーい。ん？後ろから女の子がバタバタと走ってきた。小さい体でブンブンと両手を振り回す。車内ですように遠慮なくやかましい。見知らぬ女の子だ。まるで記憶にない。背が低い。小学生か背の低い中学生か。そんな風には見えねえけど。ごめんなさい、それ僕の。僕？え？またノースリーブやん。ごめんと謝る割には胸を反らして、そのくせ失敗しちゃったという表情。それだよ、それ紙飛行機。僕、うん、またノースリーブなの？僕、ずいっと手を出す仕草がなんとなく偉そうだった。あ、これ鳥を描くのは得意じゃないんだな。そうだね、だいぶ年をいってる風に見えちゃうね。
冷静に考えれば本当に夢の中から紙飛行機が出てくるなんてありえない。ありえないことはありえない。飛んできたということは飛ばしたやつがいるわけだ。かなちゃん、どうかしたの？いや、どうかしたのっていうか、寝ぼけた。鍵持ちか？うん、貴様は鍵持ちだな。なんだ？だから返してよ、僕の紙飛行機。声があるということは鍵持ちだな。トイレ行ってこようかな。ちょっとトイレ行ってきます。鍵持ち同士は惹かれ合う。鬼山田は土属性の鍵持ってるんだろうな。僕という一人称を使っているのに髪が長い。原点です。別に属性とかないだろ、鍵に。でも最終的になんかそういう幸せの箱が出てくるわけだからな。ちょっと今コントローラーを拭くわ。なんかベタベタするからコントローラーが。あんま子供に見えないね、やっぱり。小学生かというぐらいの子供には見えないの。まあ中学生ならあるかもしれんが。ついでにサンマグ決めるか。まあでもあと20分だからゲームは。今何点？ん？何点やろこのゲーム。まだ点数つかない。つまり0点ですね。どうしてそんなに大きな態度を取れるのか知らないらしいこと言うぜ。車内で紙飛行機飛ばすようなやつがまともなはずがない、うん、返してほしいな。先に言うべきことがある。めちゃくちゃビシッと言うな。ごめんなさい、すいませんでした。だから飛行機返してください。素直。よろしい。俺は飛行機の翼をつまんで女の子の手に乗せてやった。ありがとう。屈託のない無邪気なお礼の言葉。見た目よりもさらに子供っぽい笑い。ちょっとあんた行儀悪いわよ、ちびっこ。電車の中そんなもんで遊んじゃダメっしょ。ね、もう言ったやんさっき。それはなんでお前が言うの。とにかく絵だけはいい。うん、魅力のある絵を描きよう。ただこの服なんやねん。ヒーローか。つい手がこう勝手にピューっと。ほほう、自分勝手な手だね。やばい、この二人が絡むとやばいぞ。お姉さんたち椅子に隠れて見えなかったからさ。電車の中僕一人だと思ってたんだよね、実は。そういや誰もいないわね。一眠りしてる間にずいぶんスッキリしちゃったもんね。本当だ、気がつけば車両の中は誰もいない。車両の中には俺たち3人とこの紙飛行機の女の子だけになっていた。路線図を見れば確かにこの辺りには大きな町もない。窓から見える景色も山深い。
客が乗っていなくてもそれほど不思議なことじゃない。人気のない冷たい車内、窓の外には新緑色の山の景色、深緑か。ガタガタと揺れる古い電車、空調はやや効きすぎて肌寒い。そんな中、無人の車両に揺られれば都会暮らしにすっかり慣れた俺がどことなくオカルトじみた気分になるの無理はなかった。いや、海見えるけど。根拠もなく何かよからぬことでも起きそうな気になる。海、湖かな。あれ、実際問題、おかしなゲームに巻き込まれていることからしてすでによからぬことだ。余計なおまけまでついてきたんだから、よからぬことの深刻さもさらに増す気がする。大の字、大の字今、よからぬこと考えたろ。すごいな、お前、まるで悪魔だ。この夏音さんをなめんじゃないわよ。まったくだ、これから注意することにしよう。姉さんって悪魔？天使みたいな美少女を捕まえて悪魔とは言ってくれるわね。新発見だ、夏音のやつは井川の方が恐ろしい。なっちゃん、小さい子相手に本気で怒らないよ。本気ではねえだろ別に。え、どういう意味？だってこいつえ、ごめんね、お姉ちゃんが怖い顔して。ちょっと怖かったぞ。そんな怒ってたの？でさ、ちびっこ、あんた紙飛行機好きなの？ああ、これおまじないだよ。おまじない？夢を書いたテストの裏を紙飛行機にして飛ばすと、願い事を書いた紙を飛行機にして、それを窓の外に飛ばして、見えないくらい遠くまで飛んだら願いは叶うんだよね。でもさ、ちっともうまく飛んでくれないんだよね、僕。よからぬのくだり全く意味が分かんなかった。見るからに下手くそだもんね、あんたの髪。よからぬこと考えたみたいな。確かに言ったな。でも懐かしいな、そのおまじない。昔もあったよね。じゃあ窓の外飛ばせよ。へえ、そうなんだ。私は聞いたことないな。すごく昔に教えてもらったの。私が本当に小さな頃。ちゃんと今でもあるんだね。ネグエとつけた紙飛行機、どんなにでよっ飛ばしたね。ほら、これだよ。女の子は紙飛行機を開き、中の願い事を見せてくれた。つい目をそらしてしまった。願い事なんて見たくない。ほら、お金持ちになりたい。子供らしい純真な願い事でしょ。うん、そうかな。純真じゃない、夢もない、つか植物的すぎ。ちびっこならちびっこらしい夢見ろっつーの。子供らしい、懐かしいな。映ってるけど2年前に鹿が飛ばしてたんちゃうん。やっぱりこの世は最後の最後までマネーなわけ。金で愛が買えるかっつーの。うわぁ、何その少女漫画の発言。愛も誠も命だって買えるってうちのお母さん言ってたし。嫌な母だな、それは。だからお金持ちになりたいんだよね。お金持ちになって一生遊んで暮らすんだよ。日常会話パート、つれいな、イマジンシンじゃないの読み方間違ってたな。金と女チェッカーのことかな。絶対おかしいって。一旦、一旦別の車両に移動しようか。そんなもので遊んじゃダメ。わかった？うん、わかった。ねえねえ、ところでさ、そこの席空いてるなら座っていい？うん、いいわよ。ありがとう。一人で退屈しちゃってさ。一旦トイレにこもるか。よろしくね。僕、中島真綿だよ。真綿なんでこう加藤宇子とかさ、中島真綿とか、大阪かなめ、あれ？僕の名前が中島真綿っていう名前。布団作ってる会社みたいな名前ね。人の名前にケチつけんなよ。まわた、ああ、悪かったよ。
無理を決めそうな名前ですね。まあ、終わった。病院のベッドの布団を見て思いついた。首を締めるようなって表現しか連想できないよな。回ったーって呼ぶのちょっと当たってたんじゃない。おい私の直感。その手うるさいな。どうだっていいじゃない。15年前の手。少女は少し不機嫌な顔をしてプンプンと怒った。いや怒ったふりをしただけかもしれない。この、ま、木綿だか真綿だかいう女の子は怒った顔がまだ少し残ったまま、笑顔とほんの少し照れが混じった、そんな複雑な表情で俺に微笑んだ。ここ座るね。そう言って乱暴に腰掛けるとシートの安いクッションがぎしっときしんだ。安いの？電車のシートって。俺か。俺は王様かな。この名字と名前の頭が一緒の字なのは何なの？カナメって呼んでもいい？会話が全然頭に入ってこない。まあ特に何も喋ってないからね。お金が欲しいとか好きにしてくれ。なんだよ。いいか、男に名前を聞くなら住所と携帯くらいは一緒に押さえとかないとダメだろ。この二人の絡み、たるいな。いい男を捕まえるには日々の努力が肝心なわけよ。もうなっちゃん。ももかがおなじみの困った顔をした。あ、私は矢沢ももか。そしてこのお姉さんが五十嵐夏音よ。私のことは夏音お姉さんと呼ぶこと、いいわね。ももかに夏音ね。へえ、いい性格したお子様のようね。旅先での小さな出会いにどっか和んだ空気が流れる。誰それ。これくらいの旅のアクシデントならまあ歓迎しないこともない。へえ、じゃあ桃花たちはこれから旅行なんだ。うん、まあそうかも。僕もだよ。そうなの？家族の人はいないよ。一人旅ってやつ。へえ、小さいのに偉いんだ。偉いって褒めるほどちっちゃくないでしょ。夏音がこんな髪のないグダグダ話に誘発してくるな。質問がな。どこまで行くんですかから入らないんか、こういう会話。まあ、とりあえず名前をね。そうだね、ごめんなさい。わかればいいんだよ。あんたも偉そうね、ちびっこのくせに。そうかな。おやっぱりほら育ちの良さが出ちゃうんだよ、立ち振る舞いとかに。いやそれは勘違い。夏音も偉そうだよね。まあね、私の右に出るやつはそうそういないわね。それって自慢にならないよね。ほんまこの二人が喋り始めると途端に漫才やわ。どれよ。ちょっと見えてるやつ、その汚い封筒。何？妙だな。飛ばしてくれんか、このゲームの夏音率。これか？これは別に。カバンからチラリと見えた便箋をやけに気にする。あ、おい、こら。そして小学生だが中学生だというのに一人旅をしている。今後もライターが和ませ要因としてたくさん絡ませてくるんだろうな。 M-1 出れないだろうな、この漫才は。もらう側に そんな言い方を。男がこんな封筒を旅先にまで大事に持ってきてるところが変だって言ってるんだよ。夏音が途中で死んだりしなければな。ダメだ。ダメだ。ダメだの一言で手を止めるようなタイプではないことは予想がついていた。ヒヒ、もう見ちゃってるよ。ダメだ。オカルト的存在くせいなこの僕っ子。ここまで素早いのは予想外だが。オカルトあんのかな。この住所のとこへ行くんだ。ずいぶん山奥だよね。
読み終わったんなら返してくれ。ひひー、これラブレター、女の子の名前が書いてあったよ。いいから返せ。なんてしつけのなってないガキ、親の顔が見たいわね。どうせ見たってつまんないよ。まわたちゃん。え、桃花の鋭い声、驚いたのはまわたより俺と夏音だった。いい加減にしなさい。ダメよもう。ブツブツ言いながらまわたは素直にしたかった。悪ガキだが根は素直のようだ。素直かもしれない。意外とイライラするタイプなのかな。ポツンとある山間の小さな駅、辺り一面は山と木々ばかり。よく見ればちょこちょこと木々の杉間を縫うように家が建っているのが見える。駅には人はいない。形ばかりの改札と発見機が一台あるだけ。いわゆる無人駅というものだ。それじゃあ僕はここで降りるから。え、あんた随分何もない山奥で降りるのね。何があんの？おばあちゃん家？なんでおばあちゃんの家なんだよ。子供の一人旅の目的地はおばあちゃん家って相場が決まってるじゃん。ドレミファソラシドドシラソ。僕に押し付けないでくれる？ありきたりな一般論。毎日の手紙勝手に見るのはな。まあね。じゃあ別れだな。普通の質問しよう。じゃあ何の用語？分岐があんのかな。もっと変な用事だよ。変な用事か。言ってしまえば手紙一枚でこの遠くまで来てる俺たちもこいつはそう大差ない。じゃあねみんな、またどこかで会えたらいいよね。確かになんか怪しいな。まわた、しばらくの間まわたはブンブンと手を大げさに振り続けていた。去っていく駅とまわたを見送りながら俺たちも軽く手を振り返し、え、びっくりした。ちびっこだったわね。あれって一体何？さあね。それより俺たちもそろそろ、まあ急に出てきたしな。手紙に興味を示すし、うん、次だよ。そろそろ降りる準備しないと。桃花と夏音は荷物を網棚から下ろす。正直網棚に荷物を置いたまま寝てらんないな。荷物がそれほど多くないから降りる準備といっても大した手間はかからない。あ、桃花、私が寝てた間だけどさ。そういえばさっきの紙飛行機娘に起こされるまで俺たち3人は居眠りしていた。いい時に紙飛行機をぶつけてくれたものだ。あの時起こしてくれなければ居眠りしたまま乗り過ごしていたかもしれない。ちゃんとうまくやってた？うまくってどういうこと？少女漫画チックな甘い会話。なっちゃんの期待してるような。結構ギスギスしてたよ。そりゃ残念。うわー、山奥だ。なんか書いてあるな、駅の名前。なっちゃん読めないけど。服って書いてあるか、右か。ここに？違うか。恋愛の動き、ここじゃなくてもいいけど。なんか最初から割とそんな感じだな。やっぱ用もないしね。木造の無人駅、壁に使われている板は半ば腐って歪んでいた。虫食いの跡と長い時間の風雨がつけた黒い色。何十年も前の駅だと言われても信じてしまいそうになる。駅の裏手には間近に迫った山がある。背景の上下カット。駅の正面もやはり山、田んぼだが畑だがポツリポツリと見える。さっき真綿と別れるときは全部出てたよね。木々の間からまばらには家の屋根が見えている。屋根はまばらで、町というよりせいぜい村といった程度の規模だった。山の合間に人が取り残されてそのまま村落になったような、そんな感じだ。訴えられるんちゃうか。どんなところなの？行ってみないとわかんないけど。ちょっと待って、地図見るから。誰か近くの人に聞けたらいいんだけど。一目で予想がつくが、コンビニや交番、そういった類がこの周辺にはあるとはとても思えない。教会なんてものがあることの方がむしろ不自然に思えた。
山道、え？ドラゴンボールの世界みたいな道じゃん。視界が歪む。ギュッと目を閉じると日の光で霞んでいた目の奥がツンと痛んだ。どうした急に、遭難した？ゆっくりと目を開くとやっと視界に色が戻ってくる。山道、土の匂い、深い緑の木々、顔を撫でる風の感触、耳に届く木々のざわめき、降り注ぐセミの声、枝と葉の隙間から眼下の渓谷が見下ろせた。都会暮らしでなまった体は山道に早速根を上げていた。もううんざりだ。こら、情けないわね。この先に教会が？特に大の字、男子のくせに。セーブポイントやん。ちゃんとキャンプ道具持って坂の上から夏音が不動明王禅と見下ろしていた。歩かずに済むならいっそ踏みつけにされた方が楽かもしれないと。よくわからない。疲れ切った脳細胞は自暴自棄めいたことを考えていた。けれどあの女に言われっぱなしなのも我慢できない。流れる汗を肩で拭き、呼吸を整えてから言い返す。お前なんで平気なんだよ。整えたはずの呼吸が言葉を途切れさせる。我ながら大失敗だった。なっちゃんすごいよ。どうして疲れないの？俺と桃香は木に寄りかかって一休みする。鍛え方が足りないの、あんたらは。見なさい、このカモシカのような足。鉄ならバイクで来るし。カモシカでもアシカでも何でもいいから休ませてくれ。僕もセローやからな。プライドと体力を計りにかけて後者を選択した。生きるということは時に辛い選択を要求してくる。大げさに肩をすくめる夏寝を背負い、限界に近い俺とすっかり限界の猛火はその場にへたり込んだ。俺の場合は都会暮らしでなまったわけだが、猛火は元から体力勝負が苦手なたちだ。日頃清水の坂道で鍛えられると言っても人型野獣の夏寝のペースにはついていけない。でもこれ実際それなりに登山する装備で来ないといけなさそうな場所だよね。何にもなさそうだしね。本当家とか。ちょっとあんたたち落ち着いたら行くわよ。体育会系クラブの顧問のような口ぶりで夏寝が俺たちの背中を押す。仕方なく俺と桃香は再び歩を進めた。この道本当に合ってるでいいんか。遭難すると不吉なこと言わないでよね。だってこんな道通らなきゃいけない教会なんて問題あるよ。寺だよな。日曜日とかどうやってお祈りに行くの？そりゃそうだけどさ。後で分かった話だが、山の反対側には舗装された道がちゃんとあり、普通はそっちの道を通るのだそうだ。山の反対側？けれど土地勘のない俺たちには気づきようもない。このめっちゃ危ないよね。大雨降ったら終わりの道だろこれ。なんか言ってたっけ？おばあさん。ほら、教会に行くのはよした方がいいとかなんとか。そうだっけ？老婆が、気味の悪い老婆がそんなことを。この道は近くのおばあさんに尋ねた結果だった。そんなホラーっぽいこと言ってたっけ？なんで近くのおばあさんはこの道を教えてくれたんだ？そういや、山の中にある教会ってどこかホラーっぽいよね。そんな怖いこと言わないでよ。吸血鬼だったりしてね。手紙の人ちゃん、老婆のスキルもだせや。吸血鬼が教会住まいか。吸血鬼か。もうダメだよ。終わりだよ。山の天気は変わりやすいからな。そんなに山なんだ。まあそうか、電車でまず山奥に来たんだもん。空に薄墨を流したような灰色が広がっていく。一秒刻みで雲の流れが速くなるような気がさえする。遥か遠くでゴロゴロと腹にくる低音が響いた。そう言った俺が口を閉じる間もなく、うわぁ最悪やだ、降ってきたよなっちゃん。絶対カッパ持ってきてないだろ。ちょっと離れて戦闘行く夏音がこっちを振り返った。十字架が見えた。雨が来る前に戦闘。多分あれが教会よ。あ、よかった、雨宿りできるね、かなちゃん。何グズグズしてんのさ。ほら走った走った。夏音に急かされるものに走り始めた。
雨粒が木々を叩く。激しい雨が辺り一面をざーっと満たし始める。これは実力派制作人&声優陣が送る本格派ライトミステリーアドベンチャー。早く逃げ込まなきゃ、下着までびしょ濡れにされるわよ。なっとるやろ。おいおい、見えた、やっぱりあれよ。そんな薄着でなんで下着だけが守られてるの。わあ、なんか音切りそう。そのままの勢いで教会の軒先へ駆け込んだ。よかった。マジかよ、そんなに濡れてない。ウェザーテックだったの。そうです、本格派ライトミステリーアドベンチャー。割れとるやないかい。教会の屋根も山の木々も残らず雨粒が叩きつける。隣で話す桃花の声もガラス越しのように聞き取りにくい。とにかく雨宿りさせてもらいましょう。廃墟やん。そうだな。もしかして登場人物たちには廃墟に見えていないとか、そういう黒のトリガーの魔王の城にあるあっという間に水たまりまでできていた。風に流される雨粒をしのぎきれない軒先ではいずれびしょ濡れとなってしまうだろう。改めて扉を見合って、それから顔を見合わせた。表情は夏音も桃花も同じだった。多分俺も似たような顔をしているだろう。この扉、うん、あからさまな困惑と疑惑を感じ出して、二人はお互いに確認し合う。疑念が自分一人のものでないことを確かめる。疑念は三人に共通のものだった。ここから長いダンジョンですか。今からやっと不思議のダンジョン始まるのか。古めかしい両開きの扉は片方が開いたままわずかに傾いていた。軒を見上げると大きな蜘蛛の巣が目に入る。巣の主らしい黄色と黒の大きな蜘蛛がまるで俺たちを威嚇するようにのっそりと歩み出てきた。その蜘蛛が何という種類かは知らないが、ね、もしかしてこれってもう空き家なんじゃ。うん、空き家というか廃屋だな。ちょっとした浦島太郎の気分だ。あるはずの教会は確かにあるが、そこにあるのは教会ならぬただの廃墟。ジョローグモですが、実はおとなしい種類です。そう考えてみると廃墟は見事なほどこの場にはまっている。山歩きをしていた高校生の男女3人、突然の通り雨に慌てて走り出すと、たどり着いたのは一軒の教会。雨宿りさせてもらおうと飛び込むと、どうやら教会は古いものらしく、今やとても人が住んでいるとは思えない廃教会だった。そして土砂降りの向こうから雷鳴が近づいてくる。分厚く黒い隙間から響く重低音はさっきよりも近い。私こういうの見たことあるよ。どうせなら言わないでいてほしい。呪われた血の残殺とか、死霊のパラダイムとか。血の残殺はおかしいだろ。意外に詳しいな、モモカ。散々歩かされた挙句、取ってつけたようなホラー向きのシチュエーションとは涙が出そうだ。え、何こっから音切りそうになるんか。やかだから出ようとすると絶対出られない選択肢。これじゃ本当にホラーだよ。てか今何時なん。そわそわと不安そうな仕草のモモカ。そういえばホラーは苦手だとか前に言ってた。さっきのセリフを聞く限り疑問は尽きないが、手紙はあるのか。この様子だと手紙の受け取り人が今もここに住んでるとはとても思えないぞ。いや、全く同感。雨足を見てどうすんだよ。なんか、いいとこまでやるか。俺は気を落ち着けて辺りを見回した。目を凝らしてみると、錆びた金属質のものが目に入ってきた。なんだ。金属質のものが何であるかを確かめようとしたとき、背後で扉の開く音がした。とっさに身を翻して扉の方へ目を向ける。扉を開き、教会の中へ入ろうとしている桃花が見えた。ごめんください。桃花が我先にと中へ入っていく。おい桃花、勝手に動くなって。怖くて焦っているのか、それとも緊張で自分を見失っているのか、桃花は俺の声に耳を貸さない。ちょっとちょっと、いらっしゃいませんか。ギシギシと北の床板を踏み越えながら、桃花は教室の奥へと入っていく。くそ、たく世
すごいいいセリフ言うね。たく、世話のかかる。この曲なんだよ。教会の中はカビ臭く、人気が絶えて久しいのか、そこかしこに埃が溜まっている。一歩足を踏み出すために床が短く、甲高い音できしむ。空が光ったガラス越しの雨音に混じって、表紙の遅れた雨漏りの伴奏が床を下取り濡らしていく。誰か返事してください。それはもう何か出た時の BGM や。桃花はちっとも止まらなかった。怖いもの見たさか、恐怖の反動なのか、桃花にこういう真似ができるなんて予想もしなかった。夜だし俺の名前もしっかりと戸締まりしとくね。ようやく桃花に追いついた。あのさ桃花、こんな状況で返事が返ってきたら逆に怖いって。人の気配は生活感、住所は間違いなくここなのか。地図を信じるならこの辺りにある教会はここだけね。え、なんかボーカル入ってるこれ。デデマウスみたいなボーカル。悲鳴を上げてうずくまるモモカ。おい、モモカ。大丈夫、大丈夫だから。ほら、誰もいないみたいだね、この教会。おいおい、モモカ。モモカ、教会の奥へ奥へと突き進む。どうしたモモカ。モモカの悲鳴に帰って俺たちの方が驚いた。君の意見を聞かせてほしいんだ、五十嵐君。あら、気が合いますね、大阪さん。モモカのやつ、あれ、予想外だわ。俺と夏音はおそらくは同じ結論に至っていることを無言で確認し合った。楽しんで、正直うるせえなって思い始めた。楽しんでるの。薄暗い中、慎重に桃花の後を追っていく。日は暮れていないといっても外は雨。分厚い雲と分厚い木々が光も何もかも遮る。やだな、桃花はすっかりいい感じに出来上がってるし。桃花は誰のストが引っかかってないでしょうね。雲嫌いなのか。どうしたんだよ。みんなどうしたんだよ。言わないでって何をだ。その、なんとかってやつ。クなんとか。クモ。言うなって言ってるでしょ。胸ぐらをつかむな。俺にしがみつくな。たく、お前そんなに嫌いなのか。急にみんなおかしくなっちゃった。大嫌い。名前も聞きたくないし、言いたくもない。見るのも近づく。みんな頭おかしくなっちゃったけど。手足が大きりゃ偉いってもんでもないんだからね。涙目で力説するほど。あの女の子に会ってからみんなの様子がおかしい。ガラついてんな。重かったらよく平気で滑るわね。言い終わる前に自分で想像してしまったのか、夏音は冷凍マグロみたいな表情をへばりつかせたまますっかり硬直していた。面白いな。面白え女。今のセリフ忘れんな。クク、馬が出ると危ないよ。この今のセリフ忘れんな。まあ待て、落ち着け。今は桃花を追いかける方が先決だとは思わないか。曲が合わないな。そうよ、あの子どんどん行っちゃって。おい、モモカ。どうかしたの？教会は玄関から始まり、上がりかまちを登って廊下になっていた。廊下には木材や何やら得体の知れない残骸めいた代物があちこち転がっている。一言で言えば不気味だ。それを器用に避けつつ、モモカはさらに奥へ進んでしまって、奥の方からこちらを振り返った。だから待てって。桃花全然聞かんやん。桃花、カナちゃん
別におかしくなったわけじゃなく単純に聞かんよ。もう何も出ない方がおかしいですよ。なんだか嬉しそうだぞお前。ついに。そんなことないけど、どうしたのなっちゃん。怖くて動けなくなったらしい。雲を踏むのが怖くてね。なっちゃん。大嫌いな雲を踏みかねない状況に恐れをなしたらしくてさ。よう、あんな田舎に暮らせるの。今の場所から進むことも戻ることもできなくなっちまったそうだ。へえ、嫌いだって聞いてたけど、そんなに嫌いなんだ。お前のホラー嫌いと違って本物みたいだ。私、ホラーとか怖い話は嫌いだってずっと昔から言ってるじゃない。とにかく、ちょっと待ってやろう。うん。なんとか晴れたわね、こんちくしょう。こんちくしょうってなんだよ。ごめん遊ばせ、聞いてらしたよ。早く話す、すまねえかな。夏音は鬱屈をぶちまけるように口元に手をかざして高笑いしている。今一つ目つきが安定していない。まあ気持ちはわかる。結局誰もいなかったな。これから私たちどうしよう。もうゲームは終わりだよ。錆びた物体？そういえばさっき教会の外で妙なものを見かけたんだが。な、何よそれ。まさかあれじゃないわよね。あれってやっぱりあれか。あの八本足の。それ以上言ったら殴るよ。まあ安心しろ、少なくとも生き物じゃないから。俺は二人を引き連れて教会の外へ出た。ん？塗装も剥げてすっかり錆びた鉄製の郵便受けが。もしかするとあの郵便受けの中に。そう思って郵便受けに近づこうとした俺の脇を小動物みたいなものが追い抜いていった。その小動物は人間のような手足を持っていた。いや、間違いなく相手は人間だった。何かを言うより早かった。そいつはガバンと力任せに蹴りつけて錆びた郵便受けにとどめを刺した。衝撃で蓋が飛び、二つに割れた郵便受けが詰まっていた郵便物を撒き散らす。少女はダイレクトメールだらけの吐砂物からためらうことなく花柄の封筒を選び取った。見覚えのあるあの封筒。おいおい、あんた電車の。あっけに取られる俺たちの前で真綿は手足を嬉しそうに振り回している。ちょっとなんでこんなとこにいんのよ。その封筒返しなさい。何？やだよ、これ僕のだもん。僕が先に手に入れたんだよ。なんですって？ちょっと冗談も度が過ぎると可愛くないわよ。何が？僕ずっとこれを探してたんだからね。おい、真綿、少し俺の話を。空気を読んだ俺の努力は報われなかった。なんだか頭が混乱してきたわ。だからさっさと片付けたいの。死んだ女の亡霊だな。私たち、それだったらわかるんちゃう。本当にちょっとした用事があるわけよ。わがまま言わないで確かめさせて。嵐の前の静けさにもじゃ爆発寸での冷静さだった。教会内でのストレスで実のところ夏音の精神はかなり追い詰められていたらしい。やだ、忠告するわよ。今いろいろあって相当頭に来てるからね。面倒ごとは力ずくでも粉砕したい気分なの。ほら早くその封筒をよこしなさいったら。やだったらやだ、あっかんびー、やれるもんならやってみろ。無謀ともいえる真綿の挑発。
何かのスイッチが入る音を確かに聞いた。それなら、ファイティングポーズを取った真綿目が、夏音のやつ、ストレスでアドレナリンが出っ放しだったんだろうな。真綿が目の前を右から左へ全力疾走で横切っていく。真綿ちゃん、大丈夫かな。この二人を合わせてはいけない。毎回こうなるの。ちゃんと夏音に首根っこをつかまれた真綿は、走り回った疲労のせいかぐったりとして、もはや猫の子同然だ。猫の子同然。笑うとき毎回それなのか。お前、勝利の美酒に酔いしれる夏音と敗北の汚泥にまみれて震える真綿、実に好対照な光景だ。ゲヘヘと笑う夏音はどう見ても悪役だった。二人とも、もう気は済んだか。桃花と二人で何くつろいでんのよ、あんたは。くつろぐ以外にどうしろって言うんだ、お前は。そう、いいやつだと思ってたのに。ああ、ちょっとした行き違いがあったみたいだが、別にお前をかじったりはしないからさ。なんだよ、子供をいじめて楽しいのかよ。話を聞けって。常識と理性を取り戻したらしい夏音がママとの首根っこから手を離した。そうです、3時間18分。ママとは不機嫌そうに頬を膨らまして挑戦的な眼差し。さっき封筒を集めてるって言ったよな。言った。それってどういう意味だ。何が。どうしてお前が封筒を探してるんだよ。そもそもその封筒が何だか知ってるのか。おかしなこと聞くね。これ箱のゲームの封筒でしょ。箱のゲーム、あっちこっちに郵便で送られてるのは当たり前じゃん。え、で人のいない建物だったら宛先不明で送り主に戻るか引っ越し先に送られるか、でなきゃ郵便受けに入れっぱなしになってるに決まってるじゃない。なんだよその箱のゲーム。何言ってんのさ、金目も封筒持ってたじゃん。ゲームの参加者なんでしょ。違うの、鍵も持ってるんでしょ。チャリと真綿に鍵を見せた。この鍵か。そう、その鍵、箱のゲーム、幸せの箱のゲームの鍵、願いの叶う幸せの箱の鍵。幸せの箱の鍵。うん、そう。でもってこの封筒の中にも、なんかフェイトみたいになってきた。中にはほらあった鍵があった。やはりシンプルなデザインの小さな古い鐘の鍵。同じだ。桃花も持ってるんだ。金の鍵。うん、じゃあこれで。真綿は自分のポケットに手を入れる。これで鍵は5つだね。めちゃくちゃ揃ったな。手には同じような鍵が。え？めっちゃ揃うやん。ポケットの中にあったのが2つ、全部で3つ。これで僕の鍵は3つ。お前2つも鍵を持ってたのか。その鍵どうしたんだよ。集めたに決まってるじゃない。めっちゃ棒キャラじゃん。言うんだね、もうすぐラーミア。これはやばいぞ。赤ヒロイン何人に手紙の住所を知らずさ、一つずつ集めたんだよ。ここに全部で5つあるから、あとは3つ。ちょっと待てよ、それじゃあお前もプレイヤーなのか。プレイヤー、鍵を集めし者。僕もゲームのプレイヤー。プレイヤー混乱する。右も左も分からなくなった気持ちを立て直す。可能性は考えていた。他にもプレイヤーはいるかもしれない。だが本当に現れてしまうとは。入りが決まったみたいなレベルで集まったな。ね。
手紙には地下のものと思われるメッセージが記されていた。だからゲームを仕掛けたどっかの誰かは地下か俺たちに近い人間のはず。少なくとも俺かモモカをゲームに引き込むつもりだった。興味本位か嫌がらせかそんなことはわからないにせよ、俺かモモカをゲームに引き込むに足る何らかの理由を持っているだろう相手のはずだ。しかしこいつはどうだろう。このちびっこはこんなやつは知らない。年だって違う。手紙の文面は俺を必然でゲームに引き込んだ。俺とモモカに手紙が来たのは偶然でないはずなのに、けれど俺たちとこいつには接点がなさすぎる。条件に合致しない。答えが出ない。お前他に何を知ってる。カナメってさ何も知らないの。知ってることは知ってる。だけど他のプレイヤーとは初めて会った。なるほどね。だから僕から情報を仕入れておきたいってわけか。まあ別に借りはないわけだけど、それなりの態度を取ってくれたら特別に教えてあげてもいいかも。バトル始まるぞ。これこの通りだ。うんうん、カナメは人に物を頼む時の礼儀をわきまえてるね。そこの凶暴なお姉さんはそうじゃなさそうだけどさ。あーそこのちびっこ、なんか言ったが。別に。ねえマワタちゃん、私からもお願いするから知ってることを話してくれる。うん、いいよ。そこまで頼むんだったら教えてあげる。ん？何でも質問してよね。加藤右子という人物の行方がわからない今となっては、マワタの持っている情報が重要な手がかりになるかもしれない。ねえマワタちゃん、結局のところ箱のゲームって一体どんなゲームなの？俺が質問を考えている間に桃香がいち早くママタに質問した。それでは特別に教えて神聖ようだよ。早くも天狗になってる。もうなっちゃん、幸せの箱のゲーム、正しくは確かダイヤモンドの旅だったかな。ダイヤモンドの旅。そう、ダイヤモンドの旅。ルールはとても簡単だよ。どこかに幸福が詰まってる青い箱があって、それを見つける。ただそれだけだもん。箱はどこにあるんだ。それはわかんない。でもどこかにあることだけは確かだよ。ダイヤモンドの旅ってその箱を開ける鍵を集めていくってゲームなんだよね。大丈夫かこの話。鍵を集めていくと箱のありかもわかるようになってるの。その箱って魔女の作った青い箱だよ。知らない？おとぎ話かテレビゲームか漫画だったか忘れたけど、それに出てくる幸福が詰まってる青い箱、鍵がたくさんかかってる箱ね。聞いたことないな、そんなの。実在するのかそんな箱が。分かってないな。それはただの元ネタだってば。何言ってんだこいつ。これは大丈夫か。それを元にしたゲームなんだよ。最初にゲームの仕掛け人が手紙で送った4つの鍵。めちゃくちゃ自分で動かなきゃいけない。その鍵を順番に集めていって、8つ全部集めたら箱を開けて幸せをもらえるんだ。幸せの箱っていうとね、オルゴールのあれが、ほぼオルゴールのあれが思い浮かべる。スタンプである鍵を各チェックポイントで集めていく。だが次の目的地は鍵の入った封筒に同封されていた手紙でしか知ることができない。手紙には次はどこそこの誰々のところに行けとだけ書かれており、それより先の目的地は書いてない。この目的地に行って鍵の入手を繰り返し、鍵を全部集めれば最終的にゴールが提示される。あの教会の階層は何だったんだよ。この教会から来たわけじゃなかったんだ。当たり前だろ。だってほらこの封筒見てよ。まあ、また封筒を開けて中身を見せた。俺たちに送られた封筒と同じ便箋、
5年前のことを覚えていますか？あなたに幸せを返せるよう願いを込めてこの手紙と鍵を送ります。誰かが鍵を受け取りに来たら鍵を渡して次の人のところへ行くように伝えてください。そうだね、本当だ。この教会の加藤宇子という女性は手紙を受け取っただけの人物だった。手紙に記された湯の里という場所はこの辺りでは有名な場所だ。名前通りの温泉街、観光名所として名前はそれなりに通っている。地図を見た限り次の指定地は湯の里駅からバスかタクシーに乗って向かわなければならないような場所だった。でも誰かが主催してんでしょ、そこに次の鍵を持った有田玲子なる人物がいるらしい。他に聞きたいことある？5年前。お前なんだよ。あのさ、質問してくれるのはいいんだけどさ、どうでもいいこととか、さっき話したばっかのこととか、そもそも僕の知らないことを聞かれたって答えられないよ。お前のことを聞いてるんだよ。何でも質問しろって言っただろうが。何でも知ってるとは言ってないじゃん。まあ僕のことが全てを見通す女神様に見えた。今のまさか失敗じゃないよな。安心しろ、選択ミス。今のそんな風に見ることはないから。俺や桃香には深い関係があるから、このゲームの手紙が来たと思っていたが、彼女と真綿との関係はどうなんだ。真綿の声優微妙に下手じゃない？湯の里行ったらお風呂イベントが絶対あるので期待できる。温泉、そうやな、入るかな。そうだ、海はもう決まったようなもんやけど。知らない。ケロッとした顔で答えるマワタ。どうやら本当に知らないらしい。そうか。マワタはポケモンのかすみの声らしい。そうなの、全然ぽくないの。なぜゲームに参加したんだ、この箱のゲームに。僕？その鍵はどうしたの？やっぱり封筒で送られてきたの？それに真綿ちゃん、ルールに詳しいけど、それどこで知ったの？手紙に書いてあった。的確な質問をしてくれる。違うよ、手紙にはルールなんて書いてないよ。ルールはね、噂で聞いたの。噂？みんなは知らないの？都市伝説ってやつ。うちの学校ならみんな知ってるよ。つまりこいつが主催だな。桃かも夏音も首を横に振る。俺も聞いたことがない。まあオレフィスはもう眠フィスだから。そんなにあれなのか、横フィスになってメフィスを閉じフィスする。そんなに登場人物出てくるのかな。学校で一番根も葉もない噂を真に受けるやつってことか。鍵はどこ？めちゃめちゃ詳しいな。ネットとかってこの時代どうなんだろう。いやガラケーのあんまないんじゃないか、わかんないけど。それはね、僕ももう眠いよ。話を聞いたら終わろう。やっぱ内緒。どうして？秘密だよ。言えよ。
女の子には秘密がたくさんあった方が魅力的じゃない。みんなを出し抜いて幸せを独り占めしてやろうって考えてるから、滅多なことは言えないよ。そういうのこそ秘密にしといた方がいいぞ。ピー、推測はできる。最初の一つは俺たちと同じようにどっかから鍵が送られてきたものとして、二つ持っているのはこの教会来る前にどっかで鍵の持ち主に会って鍵を受け取ったからだろう。この教会で二箇所目なら手慣れているのもうなずける。5年前に何があったんだ。5年前、手紙を出したどっかの誰かは一体誰だ。5年前を覚えているかというのは一体何をどうしてほしいのか。何歳なんだお前。いや、聞いてるのはこっちの方なんだ。どうやらママタに5年前のことを聞いても無駄なようだ。5年前か。シカと何か関係あるんだろうか。ゴリ夢中。手がかり一つなく迷路の中をさまよい続けているような、そんな気分になる。モンカ、どう思う。わからない。どうするの、カナちゃん。念のためもう一度この教会を見回ってみる。何もなかったらおとなしく帰ろう。そのうち日が暮れそうだ。じゃあ私はあんたの反対側から回ってみるから。桃か、夏ね。それを目にした俺は二人を呼んだ。ついでに真綿までついてくる。なんだ、お前まで来たのか。なんか文句あるの。いや、そういうわけじゃないんだが。俺はそう言いながら足元を見下ろす。どうしたの。顎をしゃくって二人にそれを示した。何これ。足跡だ。かなり新しい足跡だ。まだ乾いてないんだ。床についたその足跡は泥混じりに濡れている。俺たちはこの辺りには足を、こんな間抜けな足跡が。状況が飲み込めてきたらしい桃花は周囲をキョロキョロと見渡した。俺たちの他に誰か、もしくはいたってこと。濡れた足跡、革靴かな。雨が降っていた間のことだと。この忘れられたような教会をわざわざ訪れるような物好きが他にもいた。通りでドアにも廊下にも蜘蛛の巣が張ってなかったわけだ。先客がご丁寧に蜘蛛の巣を取り除いていてくれたらしい。足跡の横に自分の足を並べる。ずいぶん小さい。かなり小さいね。こんなもの。でもプレイヤーか。こんなところに一体何の用事が。それを言うなら俺たちだってそうなんだが。またお前が調べてこい。もう少し奥まで調べてみよう。夕闇が近づいていた。山は日暮れも早い。あまり時間はなさそうだ。山道を淀に下るのは賢明じゃない。奥へ進む手がかりだ。ゲームの手がかり。どっかの誰かに通じているかもしれない手がかりけれど、見当違いの可能性はかなり高い。夏は全くいい思い出に巡り合えない。今回だって最悪だ。慎重に進みかけてふと止まる。危険はないか。こんなゲームに危険はないだろうと鷹をくっていたもんの、それはもしかすると考え違いか。誰もいない廃墟に自分たち以外の誰かがいるかもしれない。ほのかに感じられる危険な匂い。すべきことを考える。優先しなければならないのは桃か夏ね。ついでに真綿。三人を危険な目に合わせるわけにはいかない。ここに来ている時点ですでに危険なのかもしれないが、怪我などさせるわけにはいかない。俺が先に行く。二人とも後からついてこい。暗いから足元に気をつける。足跡は一度階段に伸びた後、左手にある扉の中へ消えている。扉は開きっぱなしだ。初めから開いていたのか、それとも先客が開けて中に入りそのまま閉めずに出ていったのか。相手の足が8本から2本に減って、にわかに強気を取り戻した夏音がいつの間にか俺の隣に来ていた。下がってろ。危ないかもしれないだろ。大丈夫。夏音さんを侮るんじゃないわよ。雲はどうした。雲桃か、階段は。足跡は2階に続いてる。続いてるような、続いてないような。ごめん、わからないよ。
わからない。俺たちはそういった類の専門家じゃない。階段はやめとこう。床が腐ってたら怪我どころじゃ済まないかもしれない。あの部屋入ってみる。一瞬考え、目的は何だった。ここに住んでいるはずの加藤宇子という人物から鍵を受け取ることだ。さらに言えば鍵を受け取り情報を得ることだ。それらは多少変則的であるが満たされた。これ以上危険かもしれないことに手を出す必要はあるんだろうか。でも手がかりはあればあるほど頼もしい。ゲームを開始した以上ゲームに勝ちたい。相手のルールに乗っ取らなくてもいい。俺のルールで勝てばいい。この奇妙な手紙は一体何なのか。送り主は誰なのか。俺の勝利とはまさにそこだ。だが手がかりはルールに沿ってしか得られない。この教会に加藤という人物は住んでいるんだろうか。とてもそうは思えない。到底人が住んでいる雰囲気ではないし、住める環境でもない。けれど一体このゲームは何なのか。手がかりがあるなら掴んでおきたい。行ってみよう。うん。部屋の中は驚くほどの広さがあった。ざっと20畳はあるだろう。家具などはほとんどなくなっており、なおさら広く感じられる。あるわね、足跡。部屋の中をうろうろと歩き回った足跡が残っていた。泥混じりであることが幸いし、かろうじてわかる。部屋に足を踏み入れる。部屋への扉は一つではないらしい。そういえば玄関を上がってすぐのところに蜘蛛の巣だらけの扉があった。手が汚れるので触れもしなかったが、あの扉もこの部屋につながっているんだろう。割れたガラスの破片が室内に散らばっている。その割れた窓の向こうは快晴の空。先ほどの雨は通り雨だったんだろう。かなちゃん、見て。え？うわ。桃香の声に振り返って俺は息を呑んだ。巨大な絵画だった。まるで壁一面が壁画であるかのような巨大な絵。扉をくぐって右手奥、部屋の一番奥の壁にかけられたその油絵は、五光の差す女性とそれに抱かれる反乱の男、そして祈りを捧げる群衆が描かれている。教会と一緒に打ち捨てられていたそれはひどく傷んでいるようだって。キリスト。俺がそう分かったのは別に特別な知識があったからじゃない。こけた頬、痩せた体、頭にかぶった葉っぱの冠と腰に巻いた粗末な布、そして両手に残る貫かれた傷跡。おまけに背景には十字架。いかにもなキリストだった。キリストが死んだ時の絵ね。わかるのかお前。もしかして絵に詳しいとか。全然。でもキリストと一緒にいるんだから、この女の人はマリア様なんでしょうね。マリア、キリストの母親だ。それぐらいは知っている。寝っ転がりながら飲んだら変な感じになっちゃった。ピエタ、死せるイエスを抱くマリア、この3日後イエスは復活する。何が？このマリア様、自分の子供が死んだのに澄ました顔してる。普通自分の子供が死んだらもっと大騒ぎするんじゃない？何を喋ってんの？大した画家の絵じゃないのかな。足跡はどうして？そうなのかな。あるんじゃないかな。自分の子供が死んだらこんな顔することだって。ピエタは彫刻のことなんですけど。ん？モモカはそれ以上の話はしなかった。だけど変なの。何が変なの？教会の中のものはほとんどなくなってるのに、この絵だけが残ってるなんて。大
きすぎて持っていけなかったのかも。そうね、これだと飾る場所にも困るだろうし。真綿はどうしたの？サインとかは見当たらないな。なんで絵をすごい見てんの？どうかした？いや、あの額縁の部分ドス黒くなってるけど、あれ血の跡か。やめてよ、怖いの苦手なんだから。くねくねと嬉しそうに体をくねらせる桃か。シミかなんかじゃないの？案外新手法のつもりで画家があそこに血を流したのかも。つまんないこと言うんだな。つまんないこと言うんだな。うるさい、一歩及ばず。てめえの声にびっくりしたぞ。ああ、めちゃくちゃ暗いから全然見えないけど、真ん中の四角いとこに絵があるんだよね。あります。百科のでかい声ほんとでかいね。誰かさんって誰？誰かさんは誰かさんだよ。誰かさんが、どうしよう、電車行っちゃったよ。え、無計画。日暮れに追われ調査を切り上げて帰路に着いた。結論から言うと遅すぎた。方法の手で駅までたどり着いたとき、目の前で電車は走り去っていた。だーりー。だーりー。この電車って1時間に1本だけなんでしょ？ここで1時間ぼーっと。終電じゃないのか別に。1時間じゃないみたい。じゃあ何時間？ 3 時間4時間だったら冗談じゃないわね。なんか鼻詰まってないか。明日の朝まで。なんで誰も何も調べずに行くんだ。なんだこの。これはダリーは。はあ？今のが最終電車なの。ノースリーバーズ夜寒そう。ほんまやな。全然袖ないやん、こいつら。よく考えたら。主人公が唯一半袖。明日の朝の始発まで電車は来ないみたい。なんで？だから今のが最終で。まだ7時ちょいすぎよ。夏だからまだ夕方よ。でも終電は7時ちょうどで。お前知ってた感じじゃん。ローカル線だもんな。うん。にしたって早すぎるよ。引きつった表情で無理に笑顔を作る夏音の隣で、桃香はため息を漏らしている。そうだね。こんなところに宿もないだろ。どうしようか。駅は真綿の大好きな無人駅。自由に駅から出られることがこの時ばかりはほんの少しだけありがたい。駅から出るとそこは暗闇だった。駅の前なのに開いている店どころか店舗らしいものを見当たらない。街灯もない。足元が暗い。コンビニなんてあるはずもない。空には星。手を伸ばせばそのまま掴み取れそうな星々。きっと地上が黒いからだろう。明かりのつかない闇の地を星が憐れむように照らしていた。私のだけ薄くない？夏音はすぐ僕のこといじめるから。ん？もう一回追いかけ回されたいと。はい、夏音の分これも。真綿はカバンの中に入っていた新聞を一束ずつ俺たちに渡していった。随分手慣れた感じだ。こんな感じで布団の代わりにするな。真綿、説明を聞くだに実に情けない気分になる。終電を逃した無人駅で新聞紙を毛布に一夜を過ごす。どうしてこんなことになったんだろう。無計画だな。終電を逃した。道はなく手段は尽きた。宿もファミレスもコンビニさえもない。地図によれば歩けば国道に出るらしい。もっとも国道に出たって何もない。携帯でタクシーを呼ぶという選択は金銭上の理由から却下された。まず新聞持っていかないけどね。明けない夜はないだろう。あんたのせいよ。あんたに構ってなきゃ予定通り乗れたんだから、うん、ビーッタ、八つ当たりはよしてよね。僕はもともとここで野宿するつもりだったから平気だけどね。日が暮れると冷えてくるね。真
夏なのに。一人でにため息が出た。空には月、そこにあるのに触れられない見事な月、昨日よりも欠けた昨日と同じ青白い月、夏の日の夏の夜、夏の手紙のゲームに出かけ帰る術をなくして駅に佇む出来の悪い伝言ゲーム、ダイヤモンドの旅という名のついた箱探し、見つけたものは廃墟と謎と3通目の手紙、それからちびっこプレイヤー。夢だロマンだと夏音が言ったが、ここにあるのは夢もロマンもない、野宿という名の現実だ。もう一度ため息をつく。ラッパー、今宵の月はなんだか笑っているように見えた。ラップですか。よし、第三章、忘れたい過去。もっとライムかましていけ。章の名前がすごいしょぼいよな。見てごらん、うんうん、あんなに星が綺麗だよ。え、野宿をかっこよく言うな。ちょ、誰だ。夏寝ちゃうよ。あんなに星が綺麗だよの言い方よ。夏寝がおちょけてんねん多分。本日の点数はいくつですか。何点やろうこれ。別なんだろうな、なんかあまりにも引っかかりがなくて何も言えねえな。これから先大丈夫かしらとしか。何か起きそうではある。仕掛けがどれほどのものなのかっていう感じですが。嘘出てくるかな。評価見送りですね。まだ何もわからないからな。今のところ、そうですね、ナイフで襲われるオップがあったわけだから。ランサー出てくるかな。探検を持った敵は出てくる。どうでもいいところ取り除いたらボリュームすごい少ないんじゃ。まあね、あの絵も関係してくるんだもんな。多分全然つながりが分かんないよね、全部。超常現象あるかな。クラブでパラパラ踊ってくれればそれでいいよ。絶対東京行かないでしょ。推理要素あるのかね。まあなんか一応システム的にはなんかこれとこれを組み合わせてみたいなのがあるけど、まあ、別に失敗しても何ともなさそうだしな。ちょっともう寝るわ、すげえ眠いから。また明日です。フラグメンツブルー、まあでもね、なんかそんなに長くないっぽいからどれぐらいかわかんないけど、明後日には終わってるのかもしれん。おやすみ。そんな感じです。明日さよなら、おやすみなさい。旅のご予定は。長くな